田原総一郎オフレコ、今夜のテーマはこちらです。人類はその長い歴史の中で様々な発見発明を行い、今日の文明文化を築き上げてきた。太陽系第三惑星に生まれはびこった一生命集団が月に降り立ち、遥か太陽系の外まで探査機を送り出したことはまさにびっくりポンだ。そしてその人類が手に入れた奇跡のエネルギー、それを兵器に使ったのが原爆であり、発電に使ったのが原発だった。アトムズ・フォー・ピース。アメリカに原発を落とされた日本は、そのアメリカの支援を受け、世界有数の原発先進国となる。そして5年前の今日、東京電力福島第一原発で、あの事故が。国策民営と言われたが、先日当時の東電幹部3人が、検察審査会の決定で強制起訴された。ふるさとを奪われた福島の人々の苦しみ、廃炉へ向けての現場スタッフの過酷な作業、放射能汚染水は止まらず、除染汚染土の処分場も未だ解決されていない。一方、政府は成長戦略として原発輸出を進め、原発の再稼働も次々と始まっている。未だ先が見えない放射性廃棄物処理問題、核燃料サイクル問題、まさに矛盾の塊と言ってもいい原発問題。私たちが考えねばならないこととは何なのか。私たちにとっての原発の意味とエネルギー問題をどう考えるべきなのか。では早速ゲストをご紹介しましょう。経済からメディア、そして原発放射能問題まで、現代社会が抱える矛盾とジレンマを真正面に据え、時代に噛みつき続ける最強の戦うブロガー、アゴラ研究所所長の池田信夫さんです。よろしくお願いします。そしてもう一方、原発放射能問題ではしばしば池田信夫さんと激しい激論を繰り広げてきました。日本のエネルギー政策を鋭く批判し、再生可能エネルギーの意味と可能性を提言し続けていらっしゃる NPO 法人環境エネルギー政策研究所所長、飯田哲成さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お二人から見て、はい、実は僕は先日ね、福島第一の原発、はい、構内入っていろいろ見てきたんですが、その翌日池田さんお会いになった、で構内入って、免震棟とかいろいろご覧になって、感想はいかがですか。まあ、僕も入ったのは2回目なんですけども、去年、行った時は3000人ぐらいだった作業員が、逆に7000人増えてるんですよね。で、これなんでですかって聞いたら、どうも、まあ、要するにその線量のこう制限があって、やっぱりその長いこといられないので、やっぱりローテーションで、なんていうかな、こう、今まで作業してた人がもう、できなくなって、で、新しい人を入れてきて、で、だんだんこう人数が増えてきたみたいな感じらしいんですけどね。なるほど。とにかく僕は初めて行ったんですが、まあ、もちろん写真では見てましたけども、とにかく汚染水のタンクがね、1100本、すごいですね。100万トンっていうね。でどんどんまだ増えていく、どうなるんだろうと。だからもう、なんか原発っていうよりは、なんかこう、石油備蓄基地みたいな感じですよね。飯田さんも、福島第一はいらしてますか、はい、そうですね。もうちょっとまだ混乱してる時期に行きましたし、実は事故の前に何度も行ってました。そこの使用済み燃料の乾式貯蔵施設は、私が、まあ、ある意味設計主任者で。あ、そうですか。なので、電柱圏にいた頃はそれの規制を作る側で、神戸製鋼ではそれを作る側という形で、両側をあそこで経験したので、非常に思い出深い場所ですね。はい。今、改めて、事故後に行ってね、はい、どうですか。いや、本当これ大変だなとは思いますね。で、再現のない、泥縄というかですね、みたいなのが続いていて、まだ問題の全体像が、表に出てない、表別に隠してるわけじゃないですよ。認識されてないっていうか、多分、汚染水は大変な問題なんですけど、汚染水よりおそらくもっと大きな問題は、地下が凄まじく汚染されていると。
地下全体。地下が、うん、地下水を通じてですね。うん、で、そこの、ま、プルームというか、地下の膨大なプルームは、その、ま、これはあの、田坂さんが得意な部分なんですけど、うん、その土壌をですね、どういう形で浄化していくのかっていうのは、ま、大変なんですが、うん、もちろん土壌を浄化する前に、メルトダウン、メルトスルーした核燃料も封じ込めなきゃいけないと。まあ、本当により大きな問題はこの先にある。っていうその大変さを思うとですね、今の汚染水は大変なんですけど、まだまだ先が長いなというふうに思いますね。あの、はい、そのことも伺いたいんですが、はい、この間この検察が一度は不起訴にした東電の元会長3人ですね、はいはい、これをその検察審査会が、2回、不起訴不当という決をして、うん、結局強制起訴となったと。これは池田さんはどう思いますか。まあ、こういうその起訴とか、あるいはその、うん、まあ、処罰するっていうのは、その犯罪の再発を防ぐために、うん、まあ、やるものですよね、うん、そういう意味から言って、その東電 の、 その役員、経営者を、そういう、まあ、刑事罰に課すっていうことが、うん、将来の再発の役に立つのかどうか、うんうん、で、まあ、今までもこういう似たようなあのケースは、例えばあの90年代の不良債権の時にね、はい、あれを要するにその不良債権の問題を起こした銀行の頭取を起訴するっていうのがあったわけだけども、うん、それをね、検察審査会なんかでやったりして、まあ、ある意味でそのなんかけしからんやつだと、あいつは悪いやつだからやっぱり処罰しなきゃっていう、まあ、なんて言いますか、庶民感情はね、としては分かるんだけど、うんうん、結果的にはもうみんな無罪になってるわけですね、うんうん、つまり彼のまあその確かに銀行潰しちゃったわけだから、その過失は明らかなんだけれども、うん、じゃあ彼が銀行潰そうと思ってね、うん、そのいい加減な貸し方をしたわけじゃないわけで、うんうん、今回の問題も、うん、要するにその起訴された役員がその現場事故を起こそうと思って起こしたのかっていうと、まあ明らかにそうではないわけでしょうから、刑事罰っていうのは僕はちょっとそぐわないんじゃないかなと思うんですよね。伊田さんね、はい、ただ一つはその2008年にね、はい、これは経産省の委員会ですか、はい、なんかで要するにその上官地震1100年前、はいはい、上官地震の時には福島原発のところに15メートルの津波が来たると、はい、1100年前そうです、ね、ということがあって、まあ東電としてはそのうちに何とかしなきゃいけないというふうには考えたというふうに言われますが、はいはい、その辺はどうですか。そういう意味ではまさにこれは今回のこの強制起訴は2つのことで本当に意味があると思うんですが、うん、1つはやはりまあ、結果責任はやっぱり取らなきゃいけないと。結果責任、はい、責任、その、実行した責任のある方は最終的にはその結果責任を取ると。結果責任ってどういうふうに取るんですか。ですね、やっぱりその今回のまずもちろんそれはすごい幅があると思うんですね、うん、本当に不可抗力で、という話があるんですが、先ほど池田さんが言われたその銀行のバブルの時もですね、うん、先日アイスランド行ってきたんですが、アイスランドはリーマンショック後に、当時のやっぱりそのバブルとかいろんな融資をしていた銀行責任者が何十人かな、もう今、うん、懲役70年とかでですね。懲役になったの、はい、銀行責任者、はい、でリーマンショックでもアメリカでも何年か懲役なんですね。だからそういう意味での、日本はそこが若干緩すぎるっていう部分がまず一つはあると思うんですね。で、それと今回の件はその1回目の検察審査会はまだこう幅が広かったわけですが、で、2回目でかなり起訴を3人に絞って、で、これはまあその緩い日本でもこれはもう起訴相当だという、はっきりとした確証があった。1回目はもっと人数多かったんですか。人数も多かったですし、もうちょっと責任の範囲をこう、ハードル下げてたんですが、それをもうちょっと高めて、それでもやはりこの3人には、防ぐべき職務としての責任と権限があり、しかもかなり意図的に、それの基準を、国がやらないように土木委員会とかですね、いろんな働きかけをしたとかですね、でもう確実にこの3人は知っていたけれどもやらなかったという、もう全ての証拠が積み上がっての
最終絞れた3人なので、うん、その甘い日本でもこれは基礎相当っていうふうになっていてやらなかったってどういう意味なんですか。その上岸地震とか15メートルの津波が来るということとかですね、うんうん、それはこの3人が例えば勝間さんとか知らないと言ってるわけですけど、うん、明らかに知っていることがもう確認できてるんですね。勝間さんは知らないと言ってるんですか、はい。でそれも全て確認された上で、うん、焦点をかなり絞った上での強制起訴で、やっぱりこの事故に、かなり単純に不可抗力じゃなく意図的に職務をやっぱりこうサボタージュをしたということが証拠として、うん、出ているということでの起訴だと。実はこの、はい、この問題についてはね、今の、社長の広瀬さんですか、はい、に僕はインタビューしたことがあって、はい、まさにその上官地震の話、2008年に出たんじゃないかと、はい、だけど、実際にこれ防ごうとすると、膨大な費用がかかると、膨大な。で、この費用をさあ、かけるべきかどうかということで、検討している間に津波が来ちゃったということを広瀬さん言ってましたが、どうですか、それは。まあこれもね結果論で、つまりその事故の原因になったのは結局その電源の問題だけだったわけですから、あの電源を津波が来ても大丈夫な高さに移すだけだったらそんな大したコストはかかんなかったわけですよね。おっしゃる通りです。第6のところは電源高かったんね。はい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 。だからまあそれはね、千年に一度の災害を予見できなかった、あるいはそのまあ検討会でよそういうものがあったということは認識しながら、まあ先送りしたと。でまあ面白いっていうか、その奇妙な縁で、その時にそのこの問題を先送りしようと決めたのが吉田さんだったんですよね。その亡くなった所長のね、第一原発の所長だった、彼が当時その要するに震災対策の責任者で、うん、そうですか。それでその上岸地震は分かってるんだけど、うん、これはそのちゃんとした対策をするにはね、コストがかかるので、うん、まあ優先順位は、今は、うん、やるのは見送ろうという判断をされたのが、吉田正夫さんだったんですよね。なるほど。まあ、その吉田さんは亡くなっちゃったわけですね。はい。まあ、責任をとにかく、そういう意味では、今回取るっていうことは、うん、非常に、この今、福島の方も含めてですね、やっぱりこの事故に関してそういう作為的なものも含め取るっていうことに、まあ最終判決はもちろんどうなるかはこれからですけれども、まあ意味があるということと、もう一つはプロセスで、やはりまだ例えば東電の本店と福島現地とのビデオ会議とかで音声が伏せられたりとかですね、公にされてないというか、事実がかなりあると。でそれもやはり今回の裁判を通じて一つ一つ検証されていくっていう意味での、公にされてない部分がかなりありますね。今度の裁判で、はい、相当公にされることになると。それも今回の裁判にはかなり意味があることじゃないかなと思いますね。なるほど。まあ、わかりました。それで、まあ、元に戻りたいんですが、実際その池田さんね、いらして、まあ、7000人が働いてるのはいいんだけども、はい、いくつか問題があって、うん、一つはそのね、さっき言った、この、汚染水のタンクがね、1100本、どんどん増えてると。はい。で、アルプスという硫化装置で、きれいにしても、はい、結局、その、トリチウムが残る限りは、海に放水できないと、うん。この問題はどうなんですか。これは前にね、3年前に、うん、田原さんと、それから、東電の荒川さんと3人でね、これを議論、まさにこの話始まった時にしたわけですよね。うんうん、要するにその、トリチウムっていうのは、まあ、確かに取り切れないわけだけれども、うんうん、要するにそれは、その、日本の環境基準、まあ、日本、トリチウムを規制している国は少ないわけですけども、その日本でも、他の発電所は出してるわけだから、要するに、他の発電所はトリチウムの入った水を海水に放水してるんですか。要するに、自然界の普通の水の中にも、うん、あれは要するに水素の同位体ですからね、うん、ごくわずか含まれてるわけですよね、うんうん、だからその福島の場合もその環境基準を下回る濃度に下げてね、薄めて流せばいいじゃないかと、うん、これはね、田原さん僕も言ったわけだけども、うん、姉川さんが、いや我々の方からそういうことは言い出せないと、
いうままに、結局、その国の方が明確な方針を出さないで、うん、それから、まあ、地元の漁協が反対してるんですよ、ね。要するに、いわゆる風評被害の原因になるということですね。漁協反対してる。で、つまり、じゃあ、トリチウムのものすごくその薄めた水を流したら、実際に、じゃあ、その漁協の取る魚に影響あるのかっていうと、うん、あの近海は数百キロぐらい、もう、漁業、操業禁止になってますから、ね、実際の被害はないわけですよね。うん、なのに、こう、みんながね、こう、腫れ物に触るようにして、うん、この、まあ、要するに、まあ、まあ、はっきり言って、その現場の人に言わせると飲んでも大丈夫なようなね、水を、あの、100万トンも貯めてると。で、この、要するにさ、7000人の作業員の大部分は、その、要するにほとんどまあ飲んでも大丈夫な水を汲み上げてタンクに入れるというね、作業に従事してるわけですね。で、その作業の、まあこの5年間やってる間に、タンクの上から落ちたりしてですね、作業員3人亡くなってるんですよ。で、これはあの、田中俊一さんってね、あの、原子力規制委員長が、うん、あの、かなり当然におっしゃったのは、おな、こんな面、飲んでも構わないような水をね、この、その、汲み上げる作業で3人もね、人が死んでるっていうのは、これ本末転倒なんじゃないのかと。で、東電がもうちょっと、その世の中の、なんかその、そういう、あの、雰囲なんか空気に惑わされないでね、ちゃんと、あの、毅然と自分の判断で、あの、この先生の処理流す、まあ彼は薄めて流せって言ってるわけですけどね。薄めて流すという判断をすべきだというふうに、田中さんおっしゃったわけですよね。それでもまあ実態動かないと。その辺は、あの、飯田さんはどうですか？そうですね。最終的な解決法の一つは確かに薄めて流すっていうことしかないというのは私も同意しますが、あの、っていうのはあの、他の放射性核種セシウムとかストロ、あ、他のセシウムとかストロンチウムとかと違って、まあ、トリチウムは水と同じ性質なので、あの、濃縮しないんですね、生物に。だから、あの、他はですね、こう、だんだんマグロとかですね、あの、食物連鎖の一番濃いとことか、あとその、海底にある貝とかですね、それは結構放射能が蓄積したりするんですけど、うん、そういうのがまあ起きないっていうのは、まあ、トリチウムの、まあ、あの、いい意味での、いい意味というか皮肉なメリットというかですね。ただ、あの、進め方はやっぱり非常に、あの、難しいというか、あの、日本の環境基準に従えばいいかっていうと、うんうん、それだけでは多分今回の問題は難しいだろうと思います。というのは、あの、確かに発電所からも出てるんですよ。うん、あの原発、普通の原発から。うん、で、まあ、それは不可抗力的に出ているものであって、ある意味もう、ある種既得権益で認められてる、既得権益で、あの、すでに実施されてるからっていうことで、アメリカもヨーロッパも日本も、ある意味認められてるんですけど、今回福島で意図的に流すとなると、うん、量と濃度が半端じゃないので、量と濃度が半端ではないので、もちろん薄めるんですけど、あの、多分、国際的な、あの、コンセンサスを作るプロセスっていうのがまず一ついると思います。どういうことですか？コンセンサス？昔ですね、日本が、海の中に放射性廃棄物を捨てるという計画を発表したときに、太平洋諸国から膨大な反対が来たんですね。うんうん、で、今回それと同じような問題を起こす可能性があると思う。あの、意図的に流すっていうんです。どういうことですか？やっぱりトリチウムをかなり意図的にこれから放出するんだっていうことは、うん、やっぱりその周辺の島しょ国とかですね、うん、まず周辺諸国とのコンセンサスを。周辺諸国反対しますか？する可能性、あ、ゼロってはあ、ない、なければないで、あと日本だけの問題になりますけど、やっぱりそういうのを国際社会にしっかり、問いかけていくというのが一つで、で、もう一つは、それはある意味再現のないことになってしまうの、それだけですとですね。もう、あとはもう組み上げて流すだけっていう。で、そうではなくて、全体として、どういうプロセスでこの今の緊急時放出というのは、緊急といっても多分何十年続くと思うんですが、は収束させていくんだという大きな絵柄を描けないと、あの、言い出せないんじゃないかと。つまり、あの、おそらく具体的には、乾式の空冷方式とかですね。あの、水冷から空冷に切り替えていくとか、封じ込めとかですね。
とにかくいつまでも切りなくこう地下水を上げていくじゃなくて、いずれはこれはこういう形で総量管理をしていくんですよっていうようなシナリオと合わせて提案しないとですね、もうとにかく福島冷やしては流す冷やしては流すが、これじゃあ未来永劫続くんですかっていう当然な質問が出てくると思いますので、その今のなんとなく適当に描いた30年か40年で廃炉じゃなくて、本当にこの問題はこういうふうに収束していくんだという、ある種の信頼感のある部分が必要だと思うんですね。その僕分かんないんですが、はい、この東電の話を聞くとね、東電の人たちは、福島の漁協が OK しないと、で今の飯田さんは福島漁協じゃなくて近隣諸国が OK しないって話ですか。いや、漁協はもちろん一番重要なステークホルダーだから、それはもう、なんで漁協は OK しないんですか。いや、それはまず東京電力が信頼されていないっていうことですね。そこどうですかね。あのね、これもだから、漁協はもうあそこで操業してないわけだし、それからさっき飯田さんもおっしゃったように、そのトリチウムってのは魚に蓄積しないわけだから、要するに人体に影響ないわけですよ。だからまあ仮にね、そのよその国が言うなんてことはまあ考えられないけど、仮にそうあったとしても、全く毒性はありませんし、それからトリチウムはどこの国でも出してますと。ね。だから、問題はね、その、まあ田中俊一さんが意味軸もおっしゃったようにね、東電がもう少し、もうこれは、環境基準もクリアするんで人体に害はないので、出すように、国も考えてくれというふうに、東電の方から言ったらどうですかっていうのが田中さんの提案なんですよね。なんで東電は国に言わないんですかね。要するに、もう。それ逆じゃないですか。いや国は東電に言われると困ると思ってんやから。ああ、そうかもしれない。むしろどっちかって、これまあ後でね、問題なんだけど、どうも日本政府にね、原子力に対する総合戦略みたいなのはないと。そこで、東電が国に言っても、国がちゃんとした反応してくれないと思ってるんじゃないですか。で、東電としては、やっぱり自分たちが、まあ、いわば加害者だと、非常に大きな責任があるということで、まあ、自分たちの側からね、流させてくださいっていうことは、言えませんと。じゃあ、国が、OK するまで待ってんですかっていうと、いや、まあ、そういうわけにもいかないから、とにかく地元とね、話し合いを、まあ、とにかく粘り強く続けるしかないと。一体誰が決めるのかよくわからない状態になってるんですね。もう一つね、やっぱり東電の現場行って、やっぱ大きな問題は、やっぱり要するにね、第一、原発のね、1号炉、2号炉、3号炉、6号炉までは、いずれ廃炉にするんだと思うんですが、廃炉にするためには、まず、その炉心にある、この、核燃料を取り出さなきゃいけない。ところがその核燃料が1号炉、2号炉、3号炉、どこでどういう状態になってかさっぱり見当がつかないと。で、見当つかない。で、その見当つけるためには、ロボットを開発して、ロボットを炉心に入れて、そのロボットが、で、検証するっていうか、そのロボットがいつ開発できるのかも見当つかないということですね。この辺はどうですか。僕もそういうふうに聞きました。現地の人に聞いても、とにかく、いわゆるデブリと言われる形でね、はいはい、圧力の容器の底から、まあ、出ちゃって、格納容器の方の中に溜まってると。だこれをどうするかということが、まあ、廃炉のね、作業の一番大事な部分なんだけど、まあ今は、その7000人の作業、うちの人のうちの大部分がですね、その水汲み作業に変わっちゃったんで、それはもうね、そろそろちょっと優先順位をつけてね、水汲み作業は整理して、そっちにかけてるお金とか人をね、もっと本来の作業に、かけたらどうですかと、いうふうに僕も申し上げたんだけども、まあ、東電としてはとにかく、国の決めた、方針に沿って今はやるしかないと。まあ、この辺は、じゃあ国が何か決めてるのかっていうと、国は何も決めてないんですよね。この、まあ、今の問題ね、はい、つまりいずれ廃炉にしなきゃいけない。はい、でも廃炉にする前には、その燃料デブリっていうんですか、核燃料を取り出さなきゃいけない。はい、と、まだ核燃料が、炉心のどこにどういう状態だったら、さっぱり見当もつかないと。はい、これどうですか。
まあ、結局はその最終的に取り出すかどうかも含めて、うん、その幅広いシナリオで考えないといけないとですね、うん、取り出したとしてもそれこそ小泉さんが言うところの最終処分場というのは、うん、どこないので、むしろその場で完全封じ込めをしていった方がいいのかもしれない。ということはむしろ取り出さないで、はい、ロシアがやってみたいに、うん、そうですね、ロゴとコンクリートで封じ込めちゃう、はい、そうですね。でただチェノブイリと違って地下水が非常に潤沢なので、うん、まあそう簡単にできるかどうかっていうところもありますし、まあその途中段階として今の汚染水を封じ込めるための、量を減らすための今凍土をやってますけど、この凍土壁っていうのはまだ一つよくわかんない、はい、凍土壁を作ってんだけど、あれどうするもんなんですか。とりあえず最近出たのが、下流側からまず止めて、下流側か海側の方をまずは止めて、うん、そうしないとこっち側で溢れてくるからっていう話なんですけど、うんうん、でそこから今度山側も認める方針だっていうのが最近出てました。これ凍土壁ができるとどうなんですか。一応もともと机上の空論では凍土壁が完全に覆ってあとは本当に地下水が流れ込まなくなって入れた水がそのまま出てくるので、汚染水が余ることがなくなるというのが絵に描いた餅なんですよ。そんな簡単にできるわけがないんですよ。それはね、前はね、朝は生で言ってるんですよ。いや、いくら周り囲っても上から雨が降ってくるじゃん。どうするんですか。いろんなパイプも通っていて、しかも完全に凍るわけじゃないんでですね。今ね、実は飯田さんがおっしゃった、はい、つまり、燃料デブリをね、取り出すんじゃなくて、はい、そのままで封じ込めちゃえばどうかと。いや僕もそれ質問したらね、これはもうはっきりおっしゃったのは、うん、所長がおっしゃったのは、それは、要するに、チェルノブイリの石棺と言われる、ね、方式ですね。あれは取りませんと。なんでそれははっきりおっしゃったんですね。多分ね、まあ、いろんな要因があるとおっしゃったけど、一つは、まあ、さっきの飯田さんおっしゃった地下水の問題ですよね。そこに、こう、やっぱり、汚染された水が常にこう流れていくのを、まあ、止めるの難しいんじゃないかということと、それから、要するにどうなってるかわからないという状態を、まあ、封じ込めてしまうと、もうますますわからない状態になるので、それはこう。でも開かないんだから、うん、ね、それ爆発することはないじゃないですか。爆発することはないでしょうけどね、うん、でもやっぱりその周りのね人々の不安を取り除くという意味では、うん、まあ、30年かかっても40年かかっても、うん、とにかく取り出すんだと、取り出すということは要するにその燃料棒を、はい、核燃料を取り出すわけですか。燃料棒にの形をしているのはまだいいんですね、うん、それは割と、うん、まあ、数年で取り出せる可能性があるらしいですが、一番厄介なのはその核の容器のこう下に溜まっちゃってる、そのなんていうかな、溶けちゃったやつ、溶けてこれはどう処理するのかがまだわかんないみたいですね、うん。もう人が近づいたら即死状態ですし、うん、まあ、ただそれも含めてやっぱり今の東電体制というのがやっぱり最初、うん、東京電力に全部やらせるという体制がですね、うん、非常に無理があると思うんですね。うん、その東京電力は、まあ確かに自分たちが事故を起こした当事者だということで責任を取る気概はあるし、うん、国も国といっても結局フロントダイン出る人たちもいないので、うん、結局全部東電にやらせるっていう構図なんですけど、これがその、日本の組織の悪いところを全部引きずっているので、縦割りですし、うん、そこにまた国の予算が入ると余計ややこしくなったりするので、うん、まあ、本当にその国際的なプロジェクトチーム化にして、いかないとですね、なんか今のこの縦割りで、東電の、まあ、やる気はあるんだけども、うん、さっきの7000人もですね、7次下請けで、結局被爆管理も本当の意味でちゃんとされてない、中に入ってる人は被爆管理されてるんですけど、でもいつの間にかいなくなってる作業者とかですね、うん、そういうところも含めて、柔軟性とか機動性に欠けてるんですよね。だけど僕はね、一回行っただけだけど、東電の構内見るとね、はい、校内にいるね、東電の社員は真剣さを持って、いや、そうですよ、必死なんです、はい、むしろね、戦争中のね、特攻隊みたいなもん、いや、そう、ですから私はその人たちを外せとは思わないんですけど、うん、その人たちは、あるいは逆の東電の他の人たちからも、志願者を設けて、出向じゃなくても、福島事故修復、なんか、
特別プロジェクトチームみたいな形ですね。ただ全体の今の場合でやるとですね、先ほどのやっぱり漁協にも言い出せないとかいう話も含めて、あの意思決定が複雑化しすぎてるんですよ。あのまあ東電の人たちが処理してるというのはね、一面ではあのやっぱりなんていうかね、士気が高いという意味ではね、大したもんだと思うんですよ。あの、増田さんっていうハイロカンパニーの一番上の方にね、はい、あの話を聞いた時に印象的だったのは、あの、増田さんっていうのは福島第二の所長だったんですね、事故の時に。だから自分は事故を防いだんだけれども。うん、これ会いました。はい。その第一にね、はい、来られて、はい、でもうあの増田さんこれね30年40年かかる作業あなたはずっとつけなさるんですかって言ったら、うん、私はもうここで死ぬつもりですと、うん、我々が負った十字架はもう、うん、なんて言いますかね、そのまあ我々のこのいわば自分たちが苦しむことでその罪を贖うしかないんだという、うん、ある意味でこう食材意識すごい食材意識、うん、すごい強いでしょ。だ現場の東電の社員はすごいんですよ、うん、そこはね、だそれと国との関係がよくない、ね、とあとなぜ切り離されていけないのかってお金のこともあるんですよね。お金どういうこと、結局廃炉カンパニーってことで今東電の子会社なわけじゃないですか、うんうん、で一方でこの春から東京電力も競争が始まるわけですね、うん、でできるだけここには金をかけたくないっていうのがやっぱり東電全体としてはありますよね、うんうん、現場の人の意識は高くても、うん、じゃあ経営上じゃあ資産は、うん、あのここにあまり避けないよなと、うんうん、で今あそこは廃炉で私は実は廃炉って言わないんですけど、うん、廃炉っていうことによって、うん、あそこでかかるお金の家内の部分が、うん、あの電気料金の原資に入るんですよ、うん、そうするとそれは東京電力の値上げにつながるんですね、うんうん、そうするとこの春からの自由化競争にも、うん、あのマイナスになりますね、うん、そうするとあの、ね、できるだけ値切ろうという構図になると思うんですね、うん、それ非常に会社としての構造も良くないと思うので、うんうん、現場の人の士気にも逆にまた関わってくることになるんじゃないかと思うんですね。それはね、その当時ね、うん、事故を起こした増田さんみたいな人はね、やっぱりその罪の意識っていうのがあって、うん、それをまあ償おうというのはいいんだけれども、うんもうこれから30年40年ね、うん、そういうそのねその気持ちが続くのかというとおそらくそれは難しいと思うんですよね、うん、その7000人の人たちにね、うん、だって、ね、そのね事故を知ってる人はいなくなっちゃうから、はいうん、だからその今後それだけの長丁場になる以上は、うん、やっぱりその、まあ、東電のそのなんて言いますかね食材資金に、まあ、国がねいわばまあなんて任せるっていう形じゃなくてまさに安倍さんがねその3年ぐらい前にあの汚染水問題が出てきた時にね、うん、国が前面に出てるねやるって言ったじゃないですか責任持つってどこ行ったんですかね全然前面出てないな伊田さん言っていますね伊田さんが全く同じ国が前面に出ていた、ね、そこから意見同じねそれであの直後に僕は菅さんね官房長官を僕の番組に来てもらって、何、これから国が前面に立つのかって、そうだと言ったんですよ。ねえ、うん、その後何やったかって、あの、東道引きと。もう予算つけただけですからね。ね予算つけただけで東電にやらせてるわけですよ。そうそう。で、結局ね、その、この全体の枠組みははっきりしないままに、うん、要するに東電に、まあ、全部やらせて、国はそれを支援しますというね、うん、その支援機構というか、の形にして、いわば、要するに役所はこう、後ろで隠れてるわけですね。なるほど。これで東電が全部責任を負うという、まあそのさっきのね、そのまあ起訴するっていう人の気持ちもわかるけど、事故がここまで大きくなった時場合にはもう東電単独では処理できないことは明らかなわけで、国が前面に出、まさに国が前面に出ていくしかないのに、うん、国はいつも後ろ、こう、ね、裏側に回って、裏側に回って逃げてるんだよね。全くそう。あれ、前面出ると言って出てないんだよ、そう。出てないですね。これがね、問題の処理を混乱させてるんですよ。はい、国と東電の関係はどうなってんだと。いやね、僕はね、もう初期の段階でね、非常に大きなボタンの掛け違いがあったと思うんですよ。まずね、一つは、まあ、順序がどっちが先かわかんないけど、あの、原子力損害賠償法っていうね、うんこれは、要するに、原子力、原発事故の大きな損害、まあ、いわゆる大きな天災の場合には、うん、その1200億円以上は、もう、うん、国が賠償するという、うん、その、いわゆる第3条ただし書きっていうのがあったわけですね。で、それと、もう一つは、その、まあ、この事故が起きた瞬間に、これはもう東電は、実質的に経営は破綻したってことは、誰の目にも明らかなわけですから、
その東電に処理できないってことはもう明白なんで、うん、実質的には国が支援せざるを得ないわけですね。それをどういう形でやるかということについて、きちっとした意思決定がされないままに、こうな今の二つの問題がなし崩しにこう誰も知らないうちにね、決まっていったわけですね。なんで決めないでこうなし崩しになったんですか。あのね、一つはね、まあ、論理的に言うと大事なのは原爆法の問題でね。まあ、野村修也さんなんか今からでも提供すればいいとか言って、まあ、もう今からは無理だけど、一番スッキリしてるのは、もう1200億円以上は国が賠償すると決めて、いろいろな各地で起きてる、賠償の裁判とかあるでしょ？それはもう全部国が一元化して、賠償を処理すると。で、もちろん後からね、それは、東電に、賠償させるっていう形にするのが一番スッキリしてるんだけれども、そこをね、その結果的に、その、要するに、大きな天災地変という、ただし書きの条項を適用しなかったんですね。しないんですか？しなかった。要するに、するかしないかはかなり揉めたんだけれども、いろいろな判断があって、で、しなかったんですよね。うん、で、それはね、僕は最初その民主党政権の上の方はね、そのやっぱりこう、党で悪者しようと思って、そういうふうにしたのかなと思ったら違うんですね。遠藤典子さんっていうのは、今、慶応にいるね、人が、その、この問題はものすごく詳しくして、調べて一冊本書いてたんですけど、その彼女の研究によると、要するに東電の方から、この話は、やめてくれって言ったらしいんですよ。やめてくれ。勝又さんが。勝又さんが、要するに、その、1200億円以上免責にするという条項があるんだから、自分に考えたらね、東電の方から免責にしてくださいというのが普通でしょ。ところね、東電の方から、いや、これ免責に、しないでくださいって言ったって言うんですよ。で、もうそれは非常に詳しく書いてあるから、間違いなくそうだと思うし、勝又さん自身もそういうふうに言ってるんですね。これなんでなのかっていうのは、これやっぱややこしい問題でね。要するに、1200億円以上で免責されるのは、とにかく、なんだっけな、要するに無過失責任は、免責されるのかな。で、ところはね、要するにその現場法によると、要するに過失責任とみなされるものは免責されないようななんか作りになってるらしいんですよ。ちょっと僕もはっきり覚えてないんだけど、要するに、個人が、被災者の方が、東電に起こしてくる裁判の中で、それはもう全部国がまとめてやりますからというふうに言えないらしいんですよ。実質的に。つまり、免責はされてるんだけど、その、されてるのは、東電の自己責任の一部であってね、大部分は実は免責されてないと。そうすると、免責、されることについても当時ね、国民世論の中でなんかあんだけ事故を起こしておいても免責するとどういうことだっていう、こう、けしからんって言われた上に、それで免責されるのはともかく、実は、免責されない責任がかなり残っちゃってると。東電が免責をしてほしくないと。うん。というふうに、勝又さんの方から言ったらしい。そうですね。私が聞いてるのも、当時の松永事務次官と勝又さんの事実上のトップの、東電内部に不満があったっていうのは聞いてるんですけど、東電はその異常に巨大な天災云々の、その正し書きの条項を東電からは言わない代わりに、国としては東電を潰さないって、お互いの非常にグレーな決着があって。東電を潰すなと。それがお互いの、まあ、いわば取引、トップ同士の取引ですよね。で、あと、裏で絵を描いたのが三井住友銀行と。そう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 。結局、その、事故が起きた後で、全体で1兆円以上、うん、2兆円近くかな、ね、まあ、銀行団全部合わせると、緊急融資してるんですね。で、大丈夫かなと私はその時思いましたけど、多分その銀行も、三井住友銀行はその事故に乗じて自分たちの融資比率を高めたかったみたいなんですけど、で、結局それ自身の融資の焦げ付きであるとかですね、そういうことで結局それがその3社で。結局職員、責任の所在地が、まだ怠慢にしたわけですね。怠慢者。ちょっとこれで終わります、一回。はい、コマーシャル。文化放送大人カレッジスペシャル、田原総一郎オフレコ。今夜は福島原発事故から5年、どうする日本の原発政策をテーマに、池田信夫さん、飯田哲成さんをゲストにお迎えしてお送りしております。ニコ動で視聴されている皆さんは、この後9時からは
ラジオ、ラジコで引き続き参加してください。AM1134、FM916、文化放送です。文化放送大人カレッジスペシャル、田原総一郎オフレコ。今夜は福島原発事故から5年、どうする日本の原発政策をテーマに、池田信夫さん、飯田哲成さんをゲストにお迎えしてお送りしています。田原さん、後半よろしくお願いします。さて、この原発をこれからどうするかっていう問題になると、どうしても原発っていうのはやっぱり核燃料サイクルなんですね。で、核燃料サイクルが生きてれば、つまり原発ってのは行くんだけど、核燃料サイクルというと、僕らが思い出すのは、つい何たって中心なのはモンジュなんですね。で、モンジュができた頃、これは夢の原子炉と言われた。はい、それは、この軽水炉で使った、核燃料を、再処理をする、六ヶ所村でね、再処理をするとプルトニウムが出てくる。そのプルトニウムをモンジュで使う、燃やすと、モンジュの場合にはプルトニウムは減らないで、むしろ増えていくと。だから1000年でも2000年でも、このプルトニウムが使えると。で、要するにこれ夢の原子炉だと、あのモンジュはね、と言われた。ところがそのモンジュが95年にナトリウム漏れの事故を起こした。で、まあ、ナトリウムってのは大変危険な物質で、水とこう、接すると爆発しちゃうんですが、で、その事故を起こして、しかもそこで、相当、まあ、まだ、その、組織がね、隠しちゃった。ということで、すっかり不信感を招いた。で、その後、一時動いたりしたけど、また事故が起きたりして、結局、モンジュはずっと動いてない。で、最近になって、どうも今のモンジュのそのやっている組織が良くないから、組織を変えた方がいいんじゃないかというのが出てきた。だけど一体モンジュというのはね、このね、可能性があるのかどうか、これは飯田さんどう見てますか。全ての高速増殖炉、はい、一応まあかつて常用というですね、実験炉は、うん、動いてたわけなので、うん、純技術的に見ればもちろん可能性はあるんですが、うん、もう商業用として経済的に、同じような、まあ、モンジュそのものにはもうそもそも商業化する路線はないっていうのが国の方針でもあって、うんうん、じゃあまたゼロからやるのかっていうと、もうまあ、今日の本題ではないですが、うん、再生可能エネルギーのようなですね、うん、もう極めてもう、既存の原発よりももう新設で比べれば安くなってきた電源が広がってきている中で、うんうん、もうもうこんなことを、こんなめんどくさい技術ですね、やる時代じゃないだろうと。もうそういう意味で経済性とか商業性を考えれば、もう全くナンセンスとしかもう、うん、言いようがない、そんな技術にもなってると思いますね。どうですか、池田さん。これもまた飯田さんと意見が同じなんですけども、うんうん、僕もモンジュはダメだと思うんですね。ダメですか。僕もモンジュ見に行ったことあるんですけども、うん、まあ率直に申し上げて、現地のね、皆さんも非常にもう、なんていうか、ものになるという感じは全くないと。それから、これね、要するにもう経済的に、合わないというだけではなくて、そもそも核燃料サイクルが必要なのかどうかっていう問題も怪しくなってきたわけですね。ちょっともうちょい説明してください。っていうのは、これね、もともとね、日本が、ね、1970年代に核燃料サイクルっていうのをやり始めた時の前提は、ウランの埋蔵量80年ぐらいしかなくてね、もうすぐなくなってしまうと。だから、この核燃料サイクルで、こう、どんどん増やしていこうというふうに考えてたわけですけど、今、ご存知のように、シェールオイルとかシェールガスとかって、いわゆる非在来型の資源を採掘する技術がものすごい発達したでしょ。あれでね、非在来型のウランってのが少なくとも350年分あるってことが分かったわけです。ウランが。いや、ウランが。今のなんか OECD のかなり非常に保守的な見積もりでも350年。楽観的には700年ぐらいあると言われてるわけですね。まあコストは若干高いでしょうけれども。それからね、もう一つは、海水ウラン。ね、こんなもん、朝のもの、密度が薄くて、とても使い物にならないだろうと思ってたら、これは日本のね、膜技術がどんどん進歩して、今ね、1キロあたり3万円ぐらいでね、採掘できるって。で、在来型ウランが1キロあたり1万5千円ですからね、もう在来型ウランの倍ぐらいの値段まで下がってきてるわけですよ。で、膜技術ってのはね、半導体と同じでね、非常に、進歩が早いんですよ。
だから、もう日本がね、もう世界ナンバーワンのその幕技術に、そんな、こんなもんに何兆円も金つぎ込むんだったらね、その幕技術にお金つぎ込めば、これウランだけじゃなくて、金とかプラチナとかね、いろんな貴金属も取れるわけですよ。だからね、採算は十分取れるという話をね、僕がある研究会でしたらね、そしたらね、海水ブランの補助金打ち切られちゃったんだ。なんで？海水ブランの補助金打ち切られちゃったんだ。あ、そうか。計算書がね、別に、海水ブランが有力だと分かると、こっちの隠れるサイクル危なくなるらしいっていうことに気がついた。見てろ、池田さん、余計なことを言ってくれてって怒られちゃったことあるんだけど、まあでもとにかく彼らとしては全く純然たる商業ベースでもね、成り立つ可能性があるんで、海水ブランの技術っていうのは今技術開発やってるわけですよ。だから、海水色なんてね、全くこんな核燃料再現くらいは全くその危険性はね、ないわけで。だから、要するに、在来型ウランじゃない、そのウランが、だって海水ウランなんて9000年分ぐらいあるわけですよ。つまり、もう、まあ、無尽蔵と言っていいぐらいあると。で、しかもそっちの方がね、安全性やなんかの問題もないわけだから、こんなややこしい技術で、しかもできることかわかんないような技術をね、一生懸命やる必要ないんじゃないですか、と。いうふうに僕もね、関係者にこういう聞くとですね、関係者の皆さんもね、論理的にはおっしゃる通りでした。となると、まあこれ田坂さんなんか言ってるワンスルーという問題なんですが、そうです。そのワンスルーで問題なのは、まあ、小泉純一郎さんが、小泉さんが原発反対ということを言い出したのは、フィンランドのオンカロウミで、で、フィンランドオンカロウは地下400メートルのところに、まあね、穴掘って、でそこにその使用済み核燃料を置くと、でそこへ置くとその使用済み核燃料が無害化するのに10万年かかると聞いて、これはダメだと、で、まさに原発反対を言い出してるんですが、この、オンカロ、その、地下に、これはワンスルー方式ですね、つまり使用済み核燃料を直接処分どうするかと。これ伊藤さんどうなんですか。まあ、ウランがたくさんあるからね、ワンスルー方式でいいんじゃないかという意見が出てくるんだけど、基本的には、ワンスルーしか私も答えはないと思うんですが、この核のゴミを最終的に捨てる場所は、日本ではそう簡単に、技術的な問題より、とにかくコンセンサスを作ると、さっきの汚染水出したけども、漁協の方反対して、前に動けないという、そういうその地域のとにかくコンセンサスをどう作るかというのも、まず大変で、かつ国民的コンセンサスをどう作るかということからスタートするという意味では、とりあえずはその学術会議も言ってますが、暫定貯蔵という、それこそ私が、暫定、はい。暫定保管。どういうことですか、暫定保管。使用済みのこの核の、燃料ですね、まあ、再処理した後のガラス固化体もどっちも一緒でもいいんですけど、でそれを、まあ、地上で、はい、であとその冷却水を必要としない乾式貯蔵というですね、まさに東京電力 の福井にあるんですけど、津波と地震でも全くびくともしなかった乾式貯蔵のキャスクの中に入れて、もう30年40年とかケチなことを言わずに、まあ、100年とか300年というオーダーで貯蔵すると。アメリカはそうやってんちゃう。そうですね、でそれしか当面の答えはないと。アメリカは丈夫な、鉄の容器の中に入れて、で、100年とか置いておくと。そうですね、でただその時にじゃあ際限なくそれを生み出すのかっていうんじゃなくて、私はその総量規制総量管理が必要だと思うんですね。どういうことですか。その原発をじゃあこれから、まあ、小泉さんが言うように即時なくしますっていうコンセンサスを作るのか、あと10年やりますとか、あと30年やりますと、あるいは、ひょっとしたら池田さんあと100年か200年かしませんが、どこかでコンセンサスを作って、じゃあその核のゴミを300年貯蔵しましょうと、その場所をその原発サイトに置くのか、どっか集中的に置くのかと。でその間にやっぱり今度は最終的な行き場所をもう一回考えていきましょうっていう。で、その場合には本当に国際的な協力も含めて日本じゃないかもしれませんし、ただその核のゴミの最後の捨て場から始めると、これもいつまで経っても出口のないことになっちゃったんですね。そこはどうですか、
いや、僕はね、その小泉さんのあの話は論理的に成り立ってなくて、もうね、だってプルトニウム、プルトニウムというか核廃棄物はすでに1万7000トンあるわけですから、それは原発ゼロにしたってそれなくならないわけで、その廃棄物1万7000トンをどうするかという問題は、原発操業するかしないかと関係ないわけですね。それで、それをまあ、核燃料サイクルはね、さっきも申し上げたようにもう意味ないと思うんですけど、じゃあ直接処分するっていう時にどういう形でやるかって、まあよくね、そのトイレなきマンションって言うけれども、僕は必ずしもそうは思わないんですよね。今井田さんも言ったように、その鑑識処理っていうね、要するに地上にね、そのキャスクに貯蔵して置くっていうやり方で、今すでにむつ市にその中間貯蔵所っていうのはできてるわけですよね。あんまり県でむつ市、で学術会議の言った暫定保管っていうのはね、あれなんか中間貯蔵じゃダメだけど暫定保管でやりなさいって書いてあるけど、どう何が違うんですか。同じこと言ってますよ。全く同じことなんですよ、あれ。なんか名前を変えてるから話は混乱するんだけど、要するに学術会議も中間貯蔵でやりなさいって言ってるわけ。で、要するにその六ヶ所村のあの陸奥小川地域っていうのはですね、その工業団の開発を失敗して、その250平方キロもあるわけでさ、空き地があるわけ。要するに大阪市全体と同じ面積が空いてるわけ。ね。で、だからそこに中間貯蔵のキャスクを置けば、300年分置けるんですよ。だから、物理的にはね、置けるんだけど、問題は、その、青森県と国との覚書で、ここは、その、中間貯蔵はするけど、最終処分は別のところでやるっていう覚書を交わしちゃってるわけですね。で、それだけが問題なわけですよ。で、今の三村知事と国との間でね。だから、その、まあ、これ十分政治的に可能な選択肢なんですよ。だけど、例えば、その2012年9月に、はい、これ民主党の野田内閣の9月の14日に、日本は民主党政権としては原発を2030年代の末までに終わると、それから使用済み核燃料の再処理はしないと、それから大間原発もやらないと、でそのことを9月の19日に閣議決定すると言ったのに閣議決定できなかった、その時の経産大臣が枝野幸男で、彼にも、ね、野田さんにも取材したんだけども、ね、その、青森県の六ヶ所村の再処理をやめるって言ったら、六ヶ所村も預かってる原発を全部返すぞと言われて、つまりダメだったと、全部セットでのゲームをやっぱやらないからダメだと、小出しにして最初だけやめようとして、あの時はまあ日本原燃とか、いや核燃サイクル村がですね、動いて青森県にチクって青森県反発させて、はい、でイギリスフランスからもなんか核処理した核のゴミを返すということをわざわざやらせて、で、民主党の閣議決定させない。閣議決定の前は、最初にもやめるっていう案だったんですよ。そうなんです。最初にやめるんだった。で、それは青森県と実は裏を通じた核燃サイクル村が脅して、再処理だけは続けるっていう。で、この再処理続けるとプルトニウムが溜まるから、今度アメリカから文句が言ってきたっていう、なんか矛盾だらけだったんだけど、でも全部テーブルに出して、これは、まさに、池田さんと一緒ですが、もう、再処理、いや、青森がすがってるのは、再処理は生産物なんだと、プルトニウムは有価物を生み出す生産工場を自分たちは欲しいのであって、ゴミが欲しいんじゃないんだという、そのフィクションにしがみついてるんですよね。だけど、その再処理したら膨大に汚染しますし、もっと膨大な核のゴミが出て、で、それの行き先なんかないんだから、まだ素性のいい、鑑識貯蔵の、しかもあれ、キャスクっていうのは運べるんでですね、いつかは運べるキャスクを、置いて、それの貯蔵費で青森県は今後のいつ動くか分かんない再処理よりも貯蔵が増えれば増えるほど財政は豊かになるよっていう、その絵柄を全部のゲームを出せばよかった。そこは同じなんですよ。これもね、ちょっとルール違反かもしれないけど、福山さんもね、同じこと言ってて、ね、枝野はさ、なんか手ぶらでね、青森県行ってね、それ最終処分お願いしますとか、それ断れるに決まってるじゃないかとね、それは最終処分お願いするんだったら、それなりの新しいね、最終処分じゃないですか、
中間の時は中間処分になった。要するに中間貯蔵も、その青森県にお願いして、最終処分もね、うん、ゆくゆくは、まあ、お願いしたいということだならば、それは、そういう別のね、交付金を青森県に、その、出すべきであると。で、それはもうこれから他の土地でね、候補地いろいろ上がってるけど、これからそんな調査してね、どこがいいとかってやり始めたらまた10年ぐらいかかりますよ。それよりも、あそこの陸奥小原のあの土地はね、市場にたくさん空いてるわけだから、そこで、その貯蔵するような、その青森県との話し合いと、まあ、せっかね、その、まあ今までこういうの、あの、なんていうかな、こう、裏でやってるからみんな不信感持っちゃうんで、ちゃんとね、こういう事情で、この陸奥小原のここで、あの、やれば、あの、そもそも運び込んでくる核廃棄物は危険なのに、そこで作る、その、なんていうかな、あの、ガラス固化体っていうのは、それよりも安全になるわけだから、なんか危険なものを安全にして輸送を作るっていうのはね、その、青森県にとっても、あの、あまり意味のないことなので、その、まあ、せめて、その、まあ、安全にある程度ね、中間貯蔵の鑑識処理ぐらいしたものを、青森県のあそこのね、あの、陸奥の、その、予定地に置かせてもらう。そのためには国が改めて、青森県と貿易を交わしてね、新たな交付金を出すというふうな、こう、別の枠組みを考えなきゃいけないと思います。ということは、お二人の意見だと、はい、この、あの、ワンツーも、あの、使用済み核燃料の最終処理はしなくていいと。いや、まあ、中間貯蔵をずっとやるということですね。使用済み核燃料をそのまま鉄の容器に入れて、ね、数十年、100年、200年、置いてきゃいいってことですか。はい、あの、基本はそうですね。ただ、あの、私は、池田さんと微妙に違うのですね、うん、あの、微妙だけど大事なのは、やっぱり最終的には、うん、あの、先ほど1万7000トン確かにすでに出てるんだけど、あと何トン生み出して、ここで打ち止めしますよっていう総量の部分でコンセンサスしないと、原発に批判的な国民とか専門家の方が乗れなくて、またそっちも揉めちゃうと思うんですよ。他その推進の人と批判の人が両方テーブルに乗って、それは専門家も国民もそうなんですが、そうするにはやっぱり総量どのくらいでやりましょうっていう、それであとはそれを今度、最終の処分地はとにかく50年、これから50年かけて決めましょうと。でもそれまで、それから決めてまた作るのに多分50年かかるので、100年は貯蔵する場所を、例えば青森に置かせてくださいとか、ただそこも、あの、福井県の美浜とかは実は手を挙げたがってたんですよ。うん、貯蔵、自分たちが貯蔵したら交付金がもらえるということで。うん、でもそれを福井県の方が止めたんですけど、うん、で、実はその手を挙げたいところもあるんですよ。もう廃、原発が廃炉でもう次に、あの、お金が入ってくる見通しがない。うん、で、廃炉じゃなくてももう、もうほとんど交付金がほとんど、うん、あの、固定資産税がゼロになってるから、新しいものを作りたいところもあるんですね。で、全部テーブルに出して、で、その、青森県が一応有力だけども、1万7千トンプラス、これからあと1万トンとか、ただ生み出す核のゴミは、50年、100年引き取れるところをみんなで相談しましょうっていう、そういう場をきっちり作ったらよかったと思います、ね。その問題でね、あの、僕は大変問題だと思う。実はこの間、あの、田坂さんがね、面白いこと言ったの。はい。フィンランドの文化度は、うん、つまり、フィンランドの国民は、原発を使うんだから、うん、使うからにはね、ゴミ処理の責任も持つべきだと。で、スウェーデンもそうだと。北欧の国は、原発を使う限りは、この要するに、ゴミ処理も、それはその使った国民が責任を持つべきだと。ただ、日本人は、原発は使うけど、ゴミ処理は嫌だよと。うん、ここは教育に問題があるんじゃないかと。どうですか。まあ、それはその消費地とね、あの、離れたところに原発とか、あるいはその核廃棄物を置くっていうのは、まあ、ある程度やむを得ないところがあって、それは別に日本という国の中では処理してるわけですからね。それから、やっぱりその、あそこの陸奥小原のあの土地っていうのは、あれもう、あの、国有地になって、国のコントロールに置かれてるわけですから、あの、これからね、いろんな候補地を、その探して、利用地買収したり、調査したりなんかするよりは、
あそこが一番、まあ地盤も安全だってことは分かってるわけですからね。その、技術的にはおそらく一番安全、一番、まあ、あり得る選択肢だと思うんですけど、ここもね、問題はね、国が全くそういうイニシアチブを取らないんですよ。でも特に安倍政権は全くこの問題触らないでしょ。そこが一番問題ね。田原さん、この辺で一旦 CM を入れさせていただきます。文化放送大人カレッジスペシャル、田原総一郎オフレコ。今夜は福島原発事故から5年、どうする日本の原発政策をテーマに、池田信夫さん、飯田哲成さんをゲストにお迎えしてお送りしています。お二人の話を聞いていて、よくだんだん分かんなくなってくるのは、はい、まあ、つまり、文字はもうどっちみち可能性がないと。で、このワンスルーも、つまりその、陸奥湾に、100年だか200年だか、ね、頑丈な鉄器に入れておけばいいんだというんだけども、実は政府は、まだ文字の問題も、なんか、やる気、決めてない。まあ、要するに、まあ、まだやる気でしょ、一応ね、やる気、それから、その陸奥湾をどうするかなんて言い出しもしない、うん、はい、これどういうことなんですか。いやね、これもうこの間ね、澤明宏さんっていうね、僕、澤明宏さんってね、僕と一緒にね、朝まで生テレビに一緒に、うん、出させていただいた、まあ僕とお付き合いの深い方が58歳でね、亡くなっちゃったんだけども、彼がまあ最後のまあいわば遺言みたいな形で、はい、書いた論文が今月号のね、ウェッジに出てまして、はい、その書き出しのところにですね、原子力を殺すのは原子力村自身であるって書いてあるわけですよ。これどういうことかというと、要するにね、みんな当事者意識がないと、うん、役所は逃げようとするしね、うん、電力会社は私は知りませんっていうし、おいで、じゃあ首相官邸がなんか方針出すかって言うと全く出さないし、みんななんかね、とにかく世の中のこう、風当たりを恐れて、うん、まあ、こうじっとこうね、頭を下げとけばそのうちね、なんかこう収まるだろうと思って、こう問題先送りしてると。うん、そのうち問題はどんどんね、悪化してきて、おいでその例の温室効果ガスね、26% なんてあんなん掲げたって、今のはね、この無責任対処じゃできっこない。とこういうね、まあかつてのね、戦争の時もきっとこうなんだったんだろうけど、要するに誰も責任を取ろうとしないままに問題が大きくなっていくと、うん、いうことをね、彼は死ぬ3日前にですね、論文を書かれたわけですよね。あ、3日前に、うん、いや僕もね、同じ思いでね、とにかくこれは一体誰が判断するのかって、これ普通考えたらこれぐらい大きな問題は首相が判断するしかないわけですよ。それやっぱり経産省と環境省と規制委員会とみんなバラバラにやってますから、そういうのをね、勝手に個別の官庁が決められないでしょ。ところが首相官邸が全く方針出さないですよね、これ。これね、はい、よくね、首相が1年ごとに変わっているときには、これはしょうがないけど、今つまり長期政権ですよね、はいはい、今こそ本当は決めるべきなのに、うん、なんで決めないんですかね。結局今その官邸というか安倍政権は できたところからこう二人羽織の構図というかですね、二人羽織どういうことですか。まあ官邸に今秘書官でずっと最初からいる今井さんが、経産省元、そうですね、うん、で安倍さんの信頼も厚いし、うん、今井さんが特に経済分野とか原子力エネルギー分野を全部差配をし、安倍さんもそこに任せていると、うん、でその今井さんがやっぱりそういう意味でのこう実質の司令塔なんですけど、うん、でもまあ結局こう影に隠れておられるんですね、うん、でやっぱり本質は役人でいらっしゃるし、はい、いや本質は役人だし、うん、やっぱりこう今のその池田さんが言われた責任というのは説明責任も含めて、うんうん、しっかり前に自分も顔を出しつつ、うん、しかもそのいろんな立場の人に納得させるようなですね、うん、合意形成もちゃんとやっぱりやらないとダメだと思うんですね、うんうん、でそれがやっぱりちょっと古い政治スタイルというかこう一方的に決めてアナウンスして守るという DAD というやり方とか、あるいはもうそもそも今池田さん言われたように決めないと、都合が悪いことは決めないっていうようなことがちょっと古い政治に戻っちゃってるという気がしますね。例えばね、いや一番問題はさっきの、核燃料サイクルの文字は、うん、これは文科省ですね、うん、それから軽水炉は経産省ですね、はい、このワンスルーでの、うん、使用済み核燃料をどうするかって、これ どっちですか。
当然経産省です。経産省ですよね。うん、そこ、はい、文字は。ただ問題は、はい、実は、2年前かな、はい、安倍首相が、フランスのオランド大統領と、はい、話をした。この時にフランスが、なんか、高速度使ってかな、300年ぐらいで無害化する方式を日本と組んでやりたいと言った。で、この時に日本で安倍さんと話をして出てきたのは下村っていうね、はい、これは文科省だった。で、いや、文科省がやるのかなと思ったら下村辞めちゃったんだけど。それを例えば東海村で実験するのは私はいいと思いますけども、うん、文字は全然違う目的で作られたものなので、うん、あれはもうさっさと廃炉しちゃった方が絶対いいんですよ、うん、そういう実験をやる、うん、まあその実験も、まあ、生き残りの中 で確かに出てくるのは知ってますが、うん、およそ現実的じゃなくてですね、うん、もうそれ自身のために、再処理をして、うん、照射することで、うん、効果はないっていう論文ももう山に乗り出て、はい、ただまあ実験するのはいいと思いますよ、うん、科学技術の発展っていう意味では、うんうん、ただそれを文字の生き残りにしちゃいけない、うん、ただやっぱりそれは文字は国の科学技術、旧科学技術上村、今の文科省の原子力村に残された最後のヨスガなので、うん、まあね、それですごい抵抗してるんだと思うんですけど、うんうん、ここはやっぱり安倍さんがやっぱり決断をしないといけない部分だと思いますね。うんうん、この問題はね、僕も当事者の方々とね、いろいろ話して、皆さんね、はっきり言って分かってるわけですよ。これはもうあかんということは分かってるわけです。文字はダメだ。文字はダメだってことは分かってるわけです。ただし、要するにそれを全部パーにしてしまうと、うん、今まで彼らがやってきた、うん、まあその技術開発とかなんかこう全部ね、まあなんていうかもうゴミになってしまうと、うん、それはちょっと耐えられないと、うん、だからまあね、今伊豆さんおっしゃったような形で研究開発プロジェクトのような形で残してくれないかっていうようなことをおっしゃるわけね。つまり、要するに、文字そのものはもう、要するに、お金は投入しないで、うんとプロジェクトを縮小して、うん、技術開発、まあ、次世代のね、原子炉とか、そういう技術開発のプロジェクトとして、縮小して残して、その直接処分と、こう、併用するっていうね、その、要するに、今は全て全量再処理っていうことにしてるわけだけど、その直接処分というオプションをね、その認めたらどうですかっていうことをね、僕は前からいろんな関係者に言ってるんだけど、そのね、論理的にはおっしゃる通りだと言われるんだけど、実はね、そういうふうに併用するとね、困るのはね、今、原燃とかああいうとこは持ってる、使用済み核燃料っていうのはね、核燃料サイクルで使う燃料だから資産だっていうことになってるわけ。と、それゴミだってことになると、まあ、そっちに言って原燃っていう会社が、要するにね、経営破綻する恐れあるわけですよ。うん、実はね、もう。原燃っていうのは、六ヶ所村ですか？そう、六ヶ所村です。六ヶ所村は運営主体で、各電力会社がね、出資してるわけだけど、いや、僕は率直に言ってね、原燃っていうのは、電力会社の、この子会社に過ぎないんだから、乗り物に過ぎないんだから、そこが破綻したって、元の電力会社にとってメリットがあればね、それはもうはっきり言って、今早いうちに片付けた方がいいんじゃないですか、と。言うんだけど、やっぱりそれは、六ヶ所ね、あそこ、あれだけやってくると、そこにそこね、やっぱりこう、ずっとこう、なんていうかな、こう、そうですね、いろんなしがらみ持ってる人がたくさんいて、理屈じゃないんですね。要するに、いわゆるサンクコストで、それはもう忘れた方がいいんだけれど。だけど、もちろんね、民主党やりませんけど、六ヶ所村の使用済み核燃料の最終利用をやめるとなると、六ヶ所の持っている、核燃料を全部返そうって言われたらどうするんですか。それはさっきのゲームをちゃんとやればいいんですよ、ね。要するにちゃんと新しい交付金出してね、はい、青森県を説得して、うん、それもちゃんと、うん、国民と議論してね、うん、もうここしかないんだから、うん、それはその用途を変更しましょうと。もちろん、はい、持っていくと。はい、もちろん、まあ、それも一番有力なオプションなんですけど、うん、もともと使用済み燃料を、うん、まあ、これどっちで考えるかなんですけど、うん、電気を使った側の責任ということで、東京にも割り当ててもいいかもしれませんし、うん、あるいは生み出した発電所、でもいいかもしれませんが、それが一旦引き取る可能性と両方で、ただ交付金とセットできちんと合意を作るということを。交付金とセットならできますか？できると思いますね。
はい、でただそれはもうあの100年300年という長期間の中間貯蔵ですよと、まあ、暫定保管というかですね、ということで、あのそれをそういう議論をちゃんとスタートした方がいい。なんでね、あの飯田さんや池谷さんがこういうことを言い出すのに、政府からそういう意見出てこない、ね、飯田さんと僕の意見が一致するっていうことはねほとんどの人は意見一致しますよ。そんなことはないと思いますけどね。いや問題はね、問題はやっぱりややこしいのは、さっきの文字は文科省だけど、さっきのね、その何ケシーだと、あ、そっちは、はい、六ヶ所村はどっち？六ヶ所村は、あの、出自はですね、東海村で、あの、やってきたのは文科省なんだけど、ね、でも、六ヶ所はもう確実に経産省のテリトリーに入ってます。あ、六ヶ所は？はい。あのもう電力会社のものになってるんで。で、さっきの使用済み燃料の話もですね、だからこそ、国が一旦買い取って資産として、うんうんうん、で電力会社の財務を傷まないようにして、そう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 、で東電に9兆円も積む枠があるんだったら、それをもう焼却を国としてしちゃうと、うんうん、実質東京電力はもう東電の国、あ、国の子会社なんでですね、うんうん、で日本原理は東電の連結子会社なんで、破綻しようがいくらでも資金注入すればいい話なんです、まあ、他の電力の子会社だけど、ね、国がちゃんと責任持てと、はい、で司令塔を作れというのがあるんだけども、はい、さあその問題、さあそういうふうになると原発ってあとどれぐらい持つんですか、うん、まあそれはまさにね、あの国があの例えばこの間エネルギーミックスで出しましたよね、温室効果ガスを 26% 減らすとか、原発が20から22%、はい、で使用済みとあの、あれが再生可能エネルギー、再生可能エネルギーが22から24%、はい、うん、まあ、だからそういう全体の計画の中でそれと整合性のある形でね、そのあの廃棄物処分を進めていくっていうしかないんじゃないですか。あれもだけどインチキで、ね、無理ですよね。いやあのね、あのねエネルギー基本計画もインチキで、うん、今ねあの一応国はね、原発は40年入ると言ってるんですね、うん、今ある原発を全部再稼働させても、うん、40年入るでいくと、2030年にはね 15% しかならないんですよ、うんね、これどうするつもりなんだろう、うん、いやまあそういう意味では鉛筆舐めた使った数字なんでですね、だからそれはまあなし崩しにあの60年に、はい、この前の高浜の再稼働、うん、まさにそれので、まあ60年再稼働するとしても、うん、新設は無理でしょう。無理ですね、うん、まあ、経済的に無理ですね。経済的に無理、はい、やっぱりもうあの これから自由化の本当の競争で、まあ、まだ最初裏がグレーなんですけど、電力会社の含み益っていうのがこれからどんどん消えていくと思います、うん、あのというのは一番の最大含み益はあそこの託送料の中に隠されているはずなんですが、まあ、そういうのもだんだんこう裸になっていって、今のその持ち株会社から今度完全に別会社に例えばなったりするとですね、あの電力原発は裸コストで戦わなきゃいけなくなるので、そうすると今イギリスとかフランスとかフィンランドで起きているようなですね、やっぱりその膨大な投資コストを誰が負担するのかと、いうような形で、でしかも新しい原発、第三世代原発はもうコストがすさまじく高くなって、建設期間もどんどん伸びてあのいるので、電源、ね、はい、まあ、いずれにしても20年、30年後に原発がなくなると、そこで問題は、皆さん、再生可能エネルギーってどのぐらい可能性あるんですか。まあ、いや僕はね、再生可能エネルギーが技術開発することには賛成だしね、うんうん、あのそれはあの使うことはもあの、うん、全く賛成なんだけれども、それによってね、原発の代わりにはならないわけですね。例えばドイツなんてのは原発ゼロにするって方針決めて、再生可能エネルギーどんどん増やしたら電気代2倍になって石炭火力が9基増設するっていうね、うん、逆に石炭火力が増えてるわけですよね。いや、あの去年から減り始めました。まあそれにしてもとにかく石炭火力がバックアップとして必要なわけですよね。その再生可能エネルギーだけじゃ、太陽光とか風力だけじゃ止まっちゃって使えないっていうことがあるわけだから、つまり再生可能エネルギー増やすってことはバックアップの石炭を増やすっていうことになっちゃうわけですよね。まあそこはちょっと後でお話します。まあ増やすっていうことになるかどうか、とにかく石炭火力、ドイツの場合はしかもカッタンって一番危ない、あの悪い、質の悪いね、石炭をたくさん使う発電所をあの作らざるを得ないと。でね、僕はこれはもう相対的な問題だと思うけど、別に僕はあの原子力産業の味方でも何でもないからね、原発でなきゃいけないとは言わないけど、原発っていうのは、まあ福島ではね、幸い、あの死者は、放射能による死者は出ないと言われてるし、史上最悪のチェルノブイリでもまあ、
その最大の、推定でも4000人と言われてるわけですね。ところが、石炭というのはですね、この間、今年の、その WHO の、発表があったんですけどね、全世界で大気汚染で550万人死んでるんです。そのうちおそらく100万人ぐらい石炭で死んでるんです。で、もう中国はもっと詳しく統計が出てて、中国一国で石炭で36万人死んです、1年間に。PM2.5 で。で、こっちのね、その原子力のリスクと、この石炭のものすごい大気汚染と、田原さんも中国行かれたら分かるじゃん。ああ、とても僕、あそこで3日とか暮らす気になりませんよ。あんな、その、なんていうかな、汚い空気をね、その全世界で作り出してる石炭火力と、その原子力と、要するに相対的にどっちがマシですかと、それから CO2 をね、どんどん出すっていう意味でも、僕はね、相対、原子力だって問題はいっぱいあるけど、石炭火力よりはマシだろうと、僕は思いますね。まあ、いくつかちょっと訂正しないといけないんですが、はい、まず電気料金が確かにドイツは2倍ぐらい上がってますが、うん、実は再生可能エネルギーが上がった要素というのは多分その3分の1ぐらいで、はい、実はフランス、イギリスとか他の EU の国々もみんな電気料金上がってるんですね、うん、全体としてはやっぱりその燃料費が、化石燃料費がやっぱり上が特に石油を中心に上がってきたと、うんいうことで、今まあ下がってきたので、それの効果で下がってくると思いますが、それと、環境税、いわゆる炭素税がかなり重たくなってきている。炭素税。そうですね。うん、それと、あと、まあ固定価格買取制度のフィットの再エネ。うん、ただ、そのフィットの再エネも、ドイツはもう、2020年代前半でピークアウトして、今後は急速に下がっていくという、あくまで過渡的な負担ですので、うん、まあそこはその、目先で、再エネのためだけにドイツが2倍とかに上がったっていうのは、もうちょっと正確に見ていた方がいいということですね。うん、それと、バックアップで、石炭が増えるんじゃなくて、まず、これは電気の、まあ、基礎の基礎ですが、再エネが去年ドイツは 33% でした。で、原発も減りましたけど、全体として化石燃料去年は減って、CO2 も減ったんですね、去年は。で、なぜ、じゃあ、カッターが増えてるかっていうと、これで、ドイツの電力市場の設計のミスなんです。なるほど。ですね、ドイツはカッター増えてるのは、実はその他の国に輸出するために、一番安いカッターを、まあ、どうしても、ですね、ドイツの電力市場がこう、安い順に入ってくるんですね。で、安い順に入ってくると、再エネがまず入ってきて、で、まあ、次に原発なんです。で、次にカッターが入ってくるんですね。で、本当はそこにきちんと重たい税金をかけて天然ガスを先に入れたいんですが、CO2 と、あと、バックアップじゃなくてフレキシビリティですね。電気の調整のためには天然ガスの方が実はいいんですけど、カッターはドイツは強い政治勢力がいてですね、国内で取れるもんですから、それに配慮するとなかなか重たい税金もかけれない。ということで、電力市場のミスマッチで、ただもう、ドイツも、この前の、去年のパリの温暖化の、合意に従ったので、これから、で、去年初めてカッターも減ったんですね。で、これからいかに石炭も減らしていくのかっていうのは、これはドイツを非常に苦しんでるところである。ただ、あくまで再エネのために増えてるんではなくて、電力市場のミスマッチなんです、ね。さっき池原さんおっしゃった、はい、風力や、その太陽光でやると、どうしてもバックアップする、はい、つまり、石炭など、石油エネルギー、火力燃料が必要になるということはどうですか、はい、そのバックアップの時ですね、誤解してはいけないのは、うん、風力、太陽光が増えると、その分バックアップが増えるんじゃなくて、少なくとも風力、太陽光が増えれば、まずその相対的に他の電源は減ると。例えば再エネが 10% だったら他90ですけど、再エネが30、ドイツみたいに30、デンマークみたいに70とかになると他の電源は30しかないと、でその中の変動でをいかに吸収するための調整をするのかっていう柔軟性、英語ではフレキシビリティって言うんですが、電力市場のフレキシビリティをどうやって確保するのかっていうのが今ヨーロッパの課題になっていて、バックアップで増えていくっていうのはちょっとこれは全くちょっと誤解なんですよね。いや、仮に増えないとしても、うん、とにかくバックアップは絶対必要なわけですよね。太陽光とか風力単独で、例えばその電力がね、蓄電できるんだったらいいんですよ。
で、実はこの問題ね、要するに蓄電技術ってのは結構大事でね。はい、僕は、2年前に、あ、もうちょっと前、3年ぐらい前にビル・ゲイツとね、話して、僕らビル・ゲイツからドネーションもらってね、研究をやってるんだけども、その時にね、ビル・ゲイツ、彼は、ね、ビジネスマンだからね、要するにね、彼は再生可能エネルギーに投資してたんですね。ところがね、途中で、これはまずいなっていうふうに思ったと。それはなぜかというと、要するに蓄電ができない。ね、電力で貯めることはできない。で、その蓄電技術ってのは、全然進歩してないっていうわけですよ。要するに、再生可能エネルギーが、原子力と同じぐらい、その経済性を持つためには、今の100倍の、効率にならないとダメだっていうふうに彼は見てる。なんで蓄電池が、進歩しないんですか？やっぱりその法則みたいな半導体とは違いますからね。ただですね、蓄電池のコストも過去5年間で、だいたい、3分の1ぐらい下がってます。去年、NREL の際。はい。そういう意味ではムーアの法則が一応提供されてるんですが、ただその、いわゆる機械としての蓄電池を考えずに、広い意味での蓄電池を考えると、日本は3000万キロワットの揚水発電があるんですね。これは一番即時に機能する蓄電池なので、原発なくなった後、これを揚水発電がですね、非常に大いなる蓄電池として機能します。そうですね。それから、分散型で、これは池田さんとか村上さんが得意な分野ですが、デマンドレスポンスといって、上流が変動するんだったら、使う方も変動させろという、使う側を市場にして、変動させると。これはまあ蓄電池じゃないんですけども、変動を変動で吸収するってやり方がありますね。それからデンマークなんか面白いのは、お湯で蓄電するんですね。どういうことかというと、風力発電がバーッと出ると、高ジェネレーション、バイオマスを使った高ジェネレーションがずっと下がって、そうするとお湯が減るんですけど、お湯タンクがデンマーク中にあるので、地域熱供給の、お湯が間接的に電力市場のバックアップになる。そういう、世界各国ではかなりリアルな、で、日本もそういう意味での広い意味の蓄電はあると。そしたらどうですか？なんか可能性がいっぱいあるので、うん、もう、ビジョンを描いてもらって、政府は何しようかなって決断してほしいと思います。はい、このあたりで一旦 CM を入れさせていただきます。では、最後に番組リスナーの皆さんに、ぜひこのことだけは伝えておきたい、言っておきたいということを、池田信夫さんからお願いします。はい。僕はリスナーの方にっていうよりは、聞いてらっしゃると思う、経済産業省の方とかね、電力会社の方にぜひ申し上げておきたいのは、要するにその、原発を何パーセントにするとかね、その再生可能エネルギーを何パーセントにするとかいうエネルギーミックスが出てくる前に、そもそもね、そのエネルギー供給全体のビジョンというのはどういうふうに描いてるんですかと。一つは大きな制約条件は地球温暖化をね、減ら、要するに 26% って目標が出てるわけです。そのためにはどういうことが必要なのか。それからもう一つの制約条件は電気料金があんまりね、上がるよ。それは、固定価格買い取りでどんどん買えばね、いくらでもそれは再生可能に増えるわけ。そうしたら電力料金も増えちゃうでしょと。じゃあ、電気料金も上げない。温室効果ガスも出さない。そういういろいろな条件を、なんて言いますかね、踏まえて、制約条件の上でね、どんな電源がどういうコストで提供できるのかというコスト比較をね、して、で、要するに当然それは社会的なね、そのリスクとかそういうの全部含めて計算をして、その上でね、エネルギーミックスを決めるって、これがね、世界的な標準的なやり方なんです。例えば EU 委員会なんかやってるのはね、そういう外部的なコストも含めた各エネルギーのコストを計算して、で、まあ、エネルギーって変動大きいですからね、ある程度こう、まあ、対応性を持たせるというのが、世界の標準のやり方なの。日本はもう最初から、原子力は何パーセントにするかっていう、そういう意味のない議論をしてると思うんですよね。飯田さん。はい。いや、今日はもう、池田さんと、一致する点が7、8割ぐらいあったので、非常に、まあ、意外だったですが、まあ、面白かったですね。で、やはりその、まあ、今日池田さんも批判をされた政府や電力会社とかですね、いわゆる批判のために批判をしてるんではなくて、やっぱりその、あまり目先の問題だけをやりすぎていて、やっぱこう、ちゃんとその大きなゲームを作るというかですね、その三方一両損になるのか、全体がちゃんとこう、出口に向かっていくようなですね、そういうきちんとしたそのシナリオを書いて、それを
しっかり進めていく、まあ、それが国が前に出るっていうことの意味なんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、それが今できてないっていうのは今日は共通の見解だったかなと思います。ということで長時間にわたりましてありがとうございました。文化放送大人カレッジスペシャル、田原総一郎オフレコ、今夜は福島原発事故から5年、どうする日本の原発政策をテーマに、アゴラ研究所所長池田信夫さん、 NPO 法人環境エネルギー政策研究所所長飯田哲成さんをゲストにお迎えしてお送りしました。でこれは田中俊一さんってね、原子力規制委員長が、うん、かなり当然におっしゃったのは、おね、こんな面飲んでも構わないような水をね、この、汲み上げる作業で3人もね、人が死んでるっていうのは、これ本末転倒なんじゃないのかと。で、東電がもうちょっと、世の中の、なんかそういう、なんか空気に惑わされないでね、ちゃんと、毅然と自分の判断で、この先生の処理流す、まあ彼は薄めて流すって言ってるわけですよね。薄めて流すという判断をすべきだというふうに、田中さんおっしゃったわけですよね。それでもまあ事態動かないと。その辺は、飯田さんはどうですか？そうですね。最終的な解決法の一つは確かに薄めて流すっていうことしかないというのは私も同意しますが、っていうのは他の放射性核種セシウムとか他のセシウムとかストロンチウムとかと違って、まあ、トリチウムは水と同じ性質なので、濃縮しないんですね、生物に。だから、他はですね、こう、だんだんマグロとかですね、食物連鎖の一番濃いとことか、あと海底にある貝とかですね、それは結構放射能が蓄積したりするんですけど、そういうのがまあ起きないっていうのは、まあトリチウムの、まあ、いい意味での、いい意味というか皮肉なメリットというかですね。ただ、進め方はやっぱり非常に難しいというか、日本の環境基準に従えばいいかっていうと、それだけでは多分今回の問題は難しいだろうと思います。というのは、確かに発電所からも出てるんですよ。原発、普通の原発から。で、まあそれは不可抗力的に出ているものであって、ある意味もう、ある種既得権益で認められてる、既得権益で、すでに実施されてるからっていうことで、アメリカもヨーロッパも日本も、ある意味認められてるんですけど、今回福島で意図的に流すとなると、量と濃度が半端じゃないので、量と濃度が半端ではないので、もちろん薄めるんですけど、多分、国際的な、コンセンサスを作るプロセスっていうのがまず一ついると思います。どういうことですか？コンセンサス？昔ですね、日本が、海の中に放射性廃棄物を捨てるという計画を発表したときに、太平洋諸国から膨大な反対が来たんですね。で、今回それと同じような問題を起こす可能性があると思う。意図的に流すっていうんです。どういうことですか？やっぱりトリチウムをかなり意図的にこれから放出するんだっていうことは、やっぱりその周辺の島諸国とかですね、まず周辺諸国とのコンセンサスを。周辺諸国反対しますか？する可能性が、ゼロってはなければないで、あと日本だけの問題になりますけど、やっぱりそういうのを国際社会にしっかり、問いかけていくというのが一つで、で、もう一つは、それはある意味再現のないことになってしまうの、それだけですとですね、もうあとはもう組み上げて流すだけっていう。で、そうではなくて、全体として、どういうプロセスでこの今の緊急時放出というのは、緊急といっても多分何十年続くと思うんですが、は収束させていくんだという大きな絵柄を描けないと、言い出せないんじゃないかと。つまり、おそらく具体的には、乾式の空冷方式とかですね。水冷から空冷に切り替えていくとか、封じ込めとかですね。とにかくいつまでも切りなくこう地下水を上げていくじゃなくて、いずれはこれはこういう形で総量管理をしていくんですよっていうようなシナリオと合わせて提案しないとですね、もうとにかく福島冷やしては流す冷やしては流すが、これじゃあ未来永劫続くんですかっていう当然な質問が出てくると思いますので、今のなんとなく適当に描いた30年か40年で廃炉じゃなくて、本当にこの問題はこういうふうに収束していくんだという、ある種の信頼感のある部分が必要だと思います、ね。僕分かんないんですが、はい、
この東電の話を聞くとね、東電の人たちは、福島の漁協が OK しないと、で今の飯田さんは福島漁協じゃなくて近隣諸国が OK しないって話ですか。いや、漁協はもちろんあの一番重要なステークホルダーだから。それはもう、なんで漁協は OK しないんですか。いや、それはまず東京電力が信頼されていない。そこどうですかね。あのね、これもだから、うん、漁協はもうあそこで操業してないわけだし、うん、それからさっき井出さんもおっしゃったように、そのトリチウムってのは魚に蓄積しないわけだから、うん、要するに人体に影響ないわけですよ。うん、だからまあ仮にね、そのよその国に言うなんてことはまあ考えられないけど、うん、仮にそうあったとしても、全く毒性はありませんし、うん、それからトリチウムはどこの国でも出してますと。うん、ね。だから、あの問題はね、その、まあ田中俊一さんがイミジクもおっしゃったようにね、東電がもう少し、その、もうこれは、あの、環境基準もクリアするんで人体に害はないので、あの、出すように、その国も考えてくれというふうに、東電の方から言ったらどうですかっていうのが田中さんの提案なんですよ、ね。なんで東電は国に言わないんですかね。要するに、もう。逆じゃないですか。いや、あの、国は東電に言われると困ると思っていいやから。ああ、そうかもしれない。むしろどっちかって、これまあ後でね、問題なんだけど、その、どうも日本政府にね、原子力に対する総合戦略みたいなのはないと。そこで、東電が国に言っても、国がちゃんとした反応してくれないと思ってるんじゃないですか。で、その、東電としては、やっぱり自分たちが、その、まあ、いわば加害者だと、非常に大きな責任があるということで、まあ、自分たちの側からね、流させてくださいっていうことは、あの、言えませんと。じゃあ、その国が、あの、OK するまで待ってんですかっていうと、いや、まあ、そういうわけにもいかないから、とにかく地元とね、話し合いを、まあ、とにかく粘り強く続けるしかないと。一体誰が決めるのかよくわからない状態になってるんですね。もう一つね、やっぱりその、東電の現場行ってやっぱ大きな問題は、やっぱりあの要するにね、第一あの原発のね、1号炉、2号炉、3号炉、6号炉まではいずれ廃炉にするんだと思うんですが、廃炉にするためにはまずその炉心にあるこの、核燃料を取り出さなきゃいけない。ところがその核燃料が1号炉、2号炉、3号炉、どこでどういう状態になってかさっぱり検討がつかないと。で、検討つかない。で、その検討つけるためには、ロボットを開発して、ロボットを炉心に入れて、そのロボットが、で、検証するっていうか、そのロボットがいつ開発できるのかも検討つかないということですね。この辺はどうですか。僕もそういうふうに聞きました。うん、現地の人に聞いても、とにかく、その、いわゆるデブリと言われる形でね、はいはい、その、圧力の容器の側管から、まあ、出ちゃって、格納容器の方の中に溜まってると。だこれをどうするかということが、まあ、廃炉のね、作業の一番大事な部分なんだけど、うん、まあ今は、その7000人の作業うちの人のうちの大部分がですね、その水汲み作業に変わっちゃったんで、それはもうね、そろそろちょっと優先順位をつけてね、水汲み作業は整理して、そっちにかけてるお金とか人をね、うん、もっと本来の、うん、作業に、かけたらどうですかと、いうふうに僕も申し上げたんだけども、うん、まあ、東電としてはとにかく、国の決めた、方針に沿って今はやるしかないと。うん、まあ、この辺は、じゃあ国が何か決めてんのかっていうと、国は何も決めてないんですよね。この、まあ、今の問題ね、はい、つまり、いずれ廃炉にしなきゃいけない。はい、でも、廃炉にする前には、その、燃料デブリっていうんですか、その、核燃料を取り出さなきゃいけない。はい、と、まだ、核燃料が、炉心のどこにどういう状態だったら、さっぱり見当もつかないと。はい、これどうですか。まあ、結局はその最終的に取り出すかどうかも含めて、うん、その幅広いシナリオで考えないといけないとですね、うん、取り出したとしても、それこそ小泉さんが言うところの最終処分場というのはないので、むしろその場で、完全封じ込めをしていった方がいいのかもしれない。ということはむしろ取り出さないで、はい。ロシアがやってみたいに、うん、そうですね。炉ごとコンクリートで封じ込めちゃう、はい、そうですね。でただチェノブイルと違って地下水が非常に潤沢なので、うん、まあそう簡単にできるかどうかっていうところもありますし、まあその途中段階として今の汚染水を封じ込めるための量を減らすための今
凍土をやってますけど、凍土、この凍土壁っていうのはまだ一つよくわかんない、はい、凍土壁を作ってんだけど、あれどうするもんなんですか。とりあえずなんか最近出たのが、下流側からまず止めて、下流側か海側の方をまずは止めて、そうしないとなんかこっち側で溢れてくるからっていう話なんですけど、でそこから今度山側も認める方針だっていうのが最近出てました。これ凍土壁ができるとどうなんですか。一応もともと机上の空論では凍土壁が完全に覆ってあとは本当に地下水が流れ込まなくなって入れた水がそのまま出てくるので汚染水が余ることがなくなるというのが絵に描いた餅なんですよ。そんな簡単にできるわけがないんですよ。それはね、朝まで生で言ってるんですよ。いや、いくら周り囲っても上から雨が降ってくるじゃん。どうするんですか。いろんなパイプも通っていて、しかも完全に凍るわけじゃないんでですね。今ね、実は飯田さんがおっしゃった、はい、つまり、燃料デブリをね、取り出すんじゃなくて、はい、そのままで封じ込めちゃえばどうかと。いや僕もそれ質問したらね、これはもうはっきりおっしゃったのは、所長がおっしゃったのは、それは、要するに、チェルノブイリの石棺と言われる、ね、方式ですね。あれは取りませんと。なんでそれははっきりおっしゃったんですね。多分ね、まあ、いろんな要因があるとおっしゃったけど、一つは、まあ、さっき飯田さんおっしゃった地下水の問題ですよね。そこに、こう、やっぱり、汚染された水が常にこう流れていくのを、まあ、止めるの難しいんじゃないかということと、それから、要するにどうなってるかわからないという状態をまあ封じ込めてしまうと、もうますますわからない状態になるので、それはこう。でも開かないんだから。ね。それ爆発することはないじゃないですか。爆発することはないでしょうけどね。でもやっぱりその周りのね、人々の不安を取り除くという意味では、まあ30年かかっても40年かかっても、とにかく取り出すんだと。ということは要するに、その燃料棒を、はい、核燃料を取り出すわけですか。燃料棒に、の形をしてるのはまだいいんですね。それは割と、まあ、数年で取り出せる可能性があるらしいですが、一番厄介なのは、格納容器のこう下に溜まっちゃってる、なんていうか、溶けちゃったやつ。溶けて。これはどう処理するのかがまだわかんないみたいですね。もう人が近づいたら即死状態ですし、まあ、ただそれも含めてやっぱり今の東電体制というのがやっぱり最初、東京電力に全部やらせるという体制がですね、非常に無理があると思うんですね。東京電力は、まあ確かに自分たちが事故を起こした当事者だということで責任を取る気概はあるし、国も国といっても結局フロントラインに出る人たちもいないので、結局全部東電にやらせるという構図なんですけど、これが日本の組織の悪いところを全部引きずっているので、縦割りですし、そこにまた国の予算が入ると余計ややこしくなったりするので、まあ、本当に国際的なプロジェクトチーム化にして、いかないとですね、なんか今のこの縦割りで、しかも東電の、まあ、やる気はあるんだけども、さっきの7000人もですね、7次下請けで、結局被爆管理も本当の意味でちゃんとされてない、中に入ってる人は被爆管理されてるんですけど、でもいつの間にかいなくなってる作業者とかですね、そういうところも含めて、柔軟性とか機動性に欠けてるんですよ、だけど僕はね、一回行っただけだけど、東電の構内にいるね、はい、構内にいるね、東電の社員は、真剣さのものです。いや、そうですよ。必死なんで、はい。むしろね、戦争中のね、特攻隊みたいなもん。いや、そう。ですから私はその人たちを外せとは思わないんですけど、その人たちは、あるいは逆の東電の他の人たちからも、志願者を設けて、出向じゃなくても、福島事故修復、なんか、特別プロジェクトチームみたいな形ですね。ただ全体の今の場合でやるとですね、先ほどのやっぱり漁協にも言い出せないとかいう話も含めて、意思決定が複雑化しすぎてるんですよ。まあ、東電の人たちが処理してるというのはね、一面では、やっぱり、なんていうかね、士気が高いという意味ではね、大したもんだと思うんですよ。増田さんっていうハイロカンパニーの一番上の方にね、はい、話を聞いた時に印象的だったのは、
増田さんっていうのは福島第二の所長だったんですね、事故の時に。だから自分は事故を防いだんだけれども。こうなりました。はい、はい。その第一にね、はい、来られて。はい、で、もう増田さん、これね、30年、40年かかる作業、あなたはずっとお付き合いなさるんですかって言ったら、うん、私はもうここで死ぬつもりですと。うん、我々が負った十字架は、もう、なんて言いますかね、その、まあ、我々のこの、いわば自分たちが苦しむことで、その罪を贖うしかないんだという、ある意味でこう、食材意識。すごい食材意識。すごい強いでしょ。だ現場の東電の社員はすごいんですよ、うん、そこはね。だそれと国との関係がよくあると、あと、なぜ切り離されていけないのかって、お金のこともあるんですよね。お金。どういうこと？結局、廃炉カンパニーってことで、今、東電の子会社なわけじゃないですか。うんうん、で、一方で、この春から東京電力も競争が始まるわけですね、うん。で、できるだけここには金をかけたくないっていうのが、やっぱり、東電全体としてはありますよね。うんうん、現場の人の意識は高くても、うん、じゃあ、経営上、じゃあ、資産は、ここにあまり避けないよな、と、うんうん。で、今、あそこは廃炉って、で私は実は廃炉って言わないんですけど、うん、廃炉っていうことによって、うん、あそこでかかるお金の家内の部分が、うん、電気料金の原資に入るんですよ、うん。そうするとそれは東京電力の値上げにつながるんですね。うんうん、そうするとこの春からの自由化競争にも、うん、マイナスになりますね。うん、そうするとできるだけ値切ろうという構図になると思うんですね。うん、それ非常に会社としての構造も良くないと思うので、うん、現場の人の士気にも逆にまた関わってくることになるんじゃないかと思うんですね。それはね、その当時ね、事故を起こした増田さんみたいな人はね、やっぱりその罪の意識っていうのがあって、それを、まあ、償おうというのはいいんだけれども、これから30年、40年ね、そういう、その気持ちが続くのかというと、おそらくそれは難しいと思うんですよね、その7000人の人たちにね、だって、ね、そのね、事故を知ってる人はいなくなっちゃうから、はい、うん、だから、その今後、それだけの長丁場になる以上は、うん、やっぱりその、まあ、東電の、その、なんて言いますかね、食材資金に、まあ、国がね、いわば、まあ、なんて、任せるっていう形じゃなくて、まさに安倍さんがね、その3年ぐらい前に、潜水問題が出てきた時にね、うん、国が前面に出てるね、やるって言ったじゃないですか、責任持つって。どこ行ったんですかね。全然前面出てないじゃん。あれ、池田さんいいこと言いますね。池田さんがほぼ同じ、全く同じ。国が前面に出てる。結構ね、意見あるんです。そこは意見同じで、ね。あの直後に僕は菅さんね、官房長官を僕の番組に来てもらって、何これから国が前面に立つのかって、そうだと言ったんです、はい、ねえ、うん、その後何やったかって、あの東道引きと予算つけただけですからね、予算つけただけですよ、で東電にやらせてるわけです、そうそう、うん、で結局ね、その、うん、この全体の枠組みははっきりしないままに、要するに東電に、まあ、全部やらせて、国はそれを支援しますというね、うん、その支援機構というかの形にして、いわば要するに役所はこう後ろで隠れてるわけですね。なるほど。これで東電が全部責任を負うという、なるほど、まあそのさっきのね、そのまあ起訴するっていう人の気持ちもわかるけど、事故がここまで大きくなった時場合にはもう東電単独では処理できないことは明らかなわけで、国が前面に出、まさに国が前面に出ていくしかないのに、うん、国はいつも後ろ、こう、ね、裏側に回って、裏側に回って逃げてるんだよね。全くそう。あれ、前面出ると言って出てないんだよ、そう、出てないですね。これがね、問題の資料を混乱させてるんですよ。はい、国と東電の関係はどうなってんだと。いやね、僕はね、もう初期の段階でね、非常に大きなボタンの掛け違いがあったと思うんですよ。まずね、一つは、まあ、順序がどっちが先かわかんないけど、原子力損害賠償法っていうね、うん、これは、要するに、原子力、原発事故の大きな損害、まあ、いわゆる大きな天災の場合には、うん、その1200億円以上は、もう、国が賠償するという、うん、その、いわゆる第三条正し書きっていうのがあったわけですね。で、それと、もう一つは、その、まあ、この事故が起きた瞬間に、これはもう東電は、実質的に経営は破綻したってことは、誰の目にも明らかなわけですから、その東電に処理できないってことはもう明白なんで、うん、実質的には国が支援せざるを得ないわけですね。それをどういう形でやるかということについて、きちっとした意思決定がされないままに、こうな、今の二つの問題がなし崩しにこう、誰も知らないうちにね、決まっていったわけですね。なんで、決めないで、こう、なし崩しになったんですか？ね、一つはね、まあ、論理的に言うと大事なのは原子、現場法の問題でね、
あの、まあ、野村修也さんなんか今からでも提供すればいいとか言って、まあ、もう今からは無理だけど、あの、一番スッキリしてるのは、もう1200億円以上は国が賠償すると決めて、いろいろな各地で起きてる、あの、賠償の裁判とかあるでしょ？それはもう全部国が一元化して、あの、賠償を処理すると。で、もちろん後からね、それは、あの、東電に、あの、賠償させるという形にするのが一番スッキリしてるんだけれども、そこをね、その結果的に、その、要するに、あの、大きな天災地変という正し書きの条項を適用しなかったんですね。しないんですか？しなかった。要するに、するかしないかはかなり揉めたんだけれども、いろいろな判断があって、で、しなかったんですよね、うん。で、それはね、僕は最初その民主党政権の上の方はね、そのやっぱりこう、党で悪者しようと思ってそういうふうにしたのかなと思ったら違うんですね。あの、遠藤紀子さんっていうのは、あの、今、慶応にいるね、あの人が、その、うん、この問題はものすごく詳しくして、あの、調べて一冊本書いたんですけど、その彼女の研究によると、要するに東電の方から、この話は、やめてくれって言ったらしいんです。やめてくれ。勝俣さんが、要するに、その、要するに、1200億円以上面積にするという条項があるんだから、常に考えたらね、東電の方から面積にしてくださいというのが普通でしょ。ところね、東電の方から、いや、これ面積に、あの、しないでくださいって言ったって言うんですよ。で、もうそれは非常に詳しく書いてあるから、間違いなくそうだと思うし、勝俣さん自身もそういうふうに言ってるんですね。これなんでなのかっていうのは、これやっぱ、ややこしい問題でね。要するに、1200億円以上で面積されるのは、とにかく、なんだっけな、要するに無過失責任は、免責されるのかな。で、ところはね、要するにその現場法によると、要するに過失責任とみなされるものは免責されないようななんか作りになってるらしいんですよ。うん、ちょっと僕もはっきり覚えてないんだけど、要するに、あの、個人が、あの、被災者の方が、東電に起こしてくる裁判の中で、あの、それはもう全部国がまとめてやりますからというふうに言えないらしいんですよ。実質的に。つまり、免責はされてるんだけど、その、されてるのは、東電の自己責任の一部であってね、大部分は実は免責されてないと。そうすると、免責、されることについても当時ね、国民世論の中でなんかあんだけ事故を起こしといても免責するとどういうことだっていう、こう、けしからんって言われた上に、それで免責されるのはともかく、実は、あの、免責されない責任がかなり残っちゃってると。東電が免責をしてほしくないと。うん。というふうに、勝俣さんの方から言ったらしい。そうですね。私が聞いてるのも、あの、当時の松永事務次官と勝俣さんの事実上のトップの、東電内部に不満があったっていうのは聞いてるんですけど、あの、東電はその異常に巨大な天災云々の、その正し書きの条項を、東電からは言わない代わりに、あの、国としては東電を潰さないって、お互いの非常にグレーな決着があって。東電を潰すなと。あの、それがお互いの、まあ、いわば取引、トップ同士の取引ですよね。で、あと、裏で絵を描いたのが三井住友銀行という。そう。結局、その、事故が起きた後で、あの、全体で1兆円以上、うん、2兆円近くかな、ね、まあ、銀行団全部合わせると、あの、緊急融資してるんですね。で、大丈夫かなと私はその時思いましたけど、多分その銀行も、あの、三井住友銀行はその事故に乗じて自分たちの融資比率を高めたかったみたいなんですけど、で、結局それ自身の融資の焦げ付きであるとかですね、そういうことで結局それがその三社で。結局職員、責任の所在地が、まだ怠慢にしたわけですね。ちょっとこれで終わりましょう、一回。はい、コマーシャル。文化放送大人カレッジスペシャル、田原総一郎オフレコ。今夜は福島原発事故から5年、どうする日本の原発政策をテーマに、池田信夫さん、飯田哲也さんをゲストにお迎えしてお送りしております。ニコ動で視聴されている皆さんは、この後9時からはラジオラジコで引き続き参加してください。 AM1134 FM 田原総一郎オフレコ。今夜のテーマはこちらです。人類はその長い歴史の中で様々な発見、発明を行い、今日の文明文化を築き上げてきた。太陽系第三惑星に生まれ、はびこった一生命集団が月に降り立ち、遥か太陽系の外まで探査機を送り出したことは、まさにびっくりポンだ。
そしてその人類が手に入れた奇跡のエネルギー、それを兵器に使ったのが原爆であり、発電に使ったのが原発だった。アトムズ・フォー・ピース。アメリカに原発を落とされた日本は、そのアメリカの支援を受け、世界有数の原発先進国となる。そして5年前の今日、東京電力福島第一原発で、あの事故が。国策民営と言われたが、先日当時の東電幹部3人が、検察審査会の決定で強制起訴された。ふるさとを奪われた福島の人々の苦しみ、廃炉へ向けての現場スタッフの過酷な作業、放射能汚染水は止まらず、除染汚染土の処分場も未だ解決されていない。一方、政府は成長戦略として原発輸出を進め、原発の再稼働も次々と始まっている。未だ先が見えない放射性廃棄物処理問題、核燃料サイクル問題、まさに矛盾の塊と言ってもいい原発問題。私たちが考えねばならないこととは何なのか。私たちにとっての原発の意味とエネルギー問題をどう考えるべきなのか。では早速ゲストをご紹介しましょう。経済からメディア、そして原発放射能問題まで、現代社会が抱える矛盾とジレンマを真正面に据え、時代に噛みつき続ける最強の戦うブロガー、アゴラ研究所社長の池田信郎さんです。よろしくお願いします。そしてもう一方、原発放射能問題ではしばしば池田信郎さんと激しい激論を繰り広げてきました。日本のエネルギー政策を鋭く批判し、再生可能エネルギーの意味と可能性を提言し続けていらっしゃる NPO 法人環境エネルギー政策研究所所長、飯田哲成さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お二人から見て、はい、実は僕は先日ね、福島第一の原発、はい、構内入っていろいろ見てきたんですが、その翌日池田さん、お会いになった、はい、うん、で構内入って、はい、民進党とかいろいろご覧になって、はい、感想はいかがですか。まあ、僕も入ったのは2回目なんですけども、うん、去年、行った時は3000人ぐらいだった作業員が、うん、逆に7000人増えてるんですよね。で、これなんでですかって聞いたら、どうも、まあ、要するにその線量のこう制限があって、うん、やっぱりその長いこといられないので、うん、やっぱりローテーションで、うん、なんていうかな、こう、今まで作業してた人がもう、できなくなって、で、新しい人を入れてきて、うん、で、だんだんこう人数が増えてきたみたいな感じらしいんですけどね。なるほど。とにかく僕は初めて行ったんですが、まあ、もちろん写真では見てましたけども、とにかく汚染水のタンクがね、1100本、すごいですね。100万トンっていうね。で、どんどんまだ増えていく、どうなるんだろうと。だからもう、なんか原発っていうよりは、なんかこう、石油備蓄基地みたいな感じですよね。飯田さんも、福島大地はいらしてますか、はい、そうですね。もうちょっとまだ混乱してる時期に行きましたし、実は事故の前に何度も行ってましたが、そこの使用済み燃料の乾式貯蔵施設は、私が、まあ、ある意味設計主任者で。あ、そうですか。ですので、電柱圏にいた頃はそれの規制を作る側で、神戸製鋼ではそれを作る側という形で、両側をマスク経験したので、非常に思い出深い場所ですね。はい、今、改めて、事故に行ってね、はい、どうですか。いや、いや、本当これ大変だなとは思いますね。で、再現のない、泥縄というかですね、みたいなのが続いていって、まだ問題の全体像が、表に出てない、表に別に隠してるわけじゃないですよ。認識されてないっていうか、多分、汚染水は大変な問題なんですけど、汚染水よりおそらくもっと大きな問題は、地下が凄まじく汚染されていると。地下全体。地下が？地下水を通じてですね。で、そこの、プルームというか、地下の膨大なプルームは、まあ、これは
田坂さんが得意な部分なんですけど、うん、その土壌をですね、どういう形で浄化していくのかっていうのはまあ大変なんですが、うん、もちろん土壌を浄化する前にメルトダウン、メルトスルーした核燃料も封じ込めなきゃいけないと。まあ本当により大きな問題はこの先にあるっていう、その大変さを思うとですね、今の汚染水は大変なんですけど、まだまだ先が長いなというふうに思いますね。はい、そのことも、はい、伺いたいんですが、この間この検察が一度は不起訴にした東電の元会長が3人ですね、はいはい、これをその検察審査会が、2回、不起訴不当という決定をして、うん、結局強制起訴となったと。これは池田さんはどう思いますか。まあこういうその起訴とか、あるいはその、まあ、処罰するっていうのは、その犯罪の再発を防ぐために、まあ、やるものですよね。そういう意味から言って、その東電の、その役員、経営者を、そういう、まあ、刑事罰に課すっていうことが、将来の再発の役に立つのかどうか。で、まあ、今までも、こういう似たような、ケースは、例えば、90年代の不良債権の時にね、あれは要するに、その、不良債権の問題を起こした銀行の頭取を起訴するっていうのがあったわけだけども、それもね、検察審査会なんかでやったりして、まあ、ある意味で、その、なんかけしからんやつだと、あいつは悪いやつだからやっぱり処罰しなきゃっていう、まあ、なんて言いますか、庶民感情。庶民感情はね。としてはわかるんだけど、結果的にはもうみんな無罪になってるわけですね。つまり、彼の、まあ、その、確かに銀行潰しちゃったわけだから、その過失は明らかなんだけれども、じゃあ彼が銀行を潰そうと思ってね、うん、そのいい加減な貸し方をしたわけじゃないわけで、うん、今回の問題も、うん、要するにその起訴された役員が、うん、その原発事故を起こそうと思って起こしたのかっていうと、うん、まあ明らかにそうではないわけでしょうから、うん、刑事罰っていうのは僕はちょっとそぐわないんじゃないかなと思うんですよね。いいですね。はい、ただ一つはその2008年にね、はい、これは経産省の委員会ですか、はい、なんかで要するにその上巻地震1100年前、はいはい、上巻地震の時には福島原発のところに15メートルの津波が来たると、はい、1100年前そうです、ね、ということがあって、まあ、東電としてはそのうちに何とかしなきゃいけないというふうには考えたというふうに言われますが、はい、その辺はどうですか。はい、そういう意味ではまさにこれは今回のこの強制起訴は2つのことで本当に意味があると思うんですが、うん、1つはやはりまあ、結果責任はやっぱり取らなきゃいけないと。結果責任、はい、責任、その、実行した責任のある方は、最終的にはその結果責任を取ると。結果責任ってどういうふうに取るんですか。ですね、やっぱりその、今回の、まず、もちろんそれは、すごい幅があると思うんですね。うん、本当に不可抗力で、という話があるんですが、先ほど池田さんが言われた、その、銀行のバブルの時もですね、うん、先日はアイスランド行ってきたんですが、うん、アイスランドはリーマンショック後に、当時のやっぱりそのバブルとかいろんな融資をしていた銀行責任者が何十人かな、もう今、うん、懲役70年とかでですね、懲役になったの、はい、銀行責任者、はい、でリーマンショックでもアメリカでも何名か懲役なんですよね。だからそういう意味での、日本はそこが若干緩すぎるっていう部分がまず一つはあると思うんですね。でそれと今回の件はその1回目の検察審査会、うんはまだこう幅が広かったわけですが、うん、で、2回目でかなり起訴を3人に絞って、うん、でこれはまあその緩い日本でもこれはもう起訴相当だという、うん、はっきりとした確証があった。1回目はもっと人数多かったんですか。人数も多かったですし、うん、もうちょっと責任の範囲をこうハードル下げてたんですが、うん、それをもうちょっと高めて、それでもやはりこの3人には、うん、防ぐべき職務としての責任と権限があり、しかもかなり意図的に、うん、それの基準を、国がやらないように土木委員会とかですね、いろんな働きかけをしたとかですね、うん、でもう確実にこの3人は知っていて、知っていたけれどもやらなかったっていう、もう全ての証拠が積み上がっての最終絞られた3人なので、うん、その甘い日本でもこれは起訴相当というふうに知っていてやらなかったってどういう意味なんですか。その上岸地震とか15メーターの津波が来るということとかですね、うんうんうん、それはこの3人が例えば勝間さんとか知らないと言ってるわけですけど、うん、明らかに知っていることがもう確認できてるんですね。勝間さんは知らないと言ってるんですか、はい、でそれも全て確認された上で、うん、焦点をかなり絞った上での強制起訴で、やっぱりこの事故に
かなり単純に不可抗力じゃなく意図的に職務をやっぱりこうサボタージュをしたということが証拠として、うん、出ているということでの起訴だと。実はこの、はい、この問題についてはね、今の、社長の広瀬さんですか、はい、に僕はインタビューしたことがあって、はい、まさにその上官自身の話、2008年に出たじゃないかと、はい、だけど実際にこれ防ごうとすると膨大な費用がかかると。膨大なで、この費用をさあかけるべきかどうかということで検討している間に津波が来ちゃったということを広瀬さん言ってましたが、どうですかそれは。まあこれもね、結果論で、つまりその事故の原因になったのは結局その電源の問題だけだったわけですから、うんうん、あの電源を津波が来ても大丈夫な高さに移すだけだったら、うん、そんな大したコストはかかんなかったわけですよね。だから、おっしゃる通りです。第6のところは電源高かったんね。はい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 。うん、だからまあそれはね、千年に一度の災害を予見できなかった、あるいはそのまあ検討会でよ、そういうものがあったということは認識しながら、まあ先送りしたと。でまあ面白いっていうか、その奇妙な縁で、その時にそのこの問題を先送りしようと決めたのが吉田さんだったんですよね、その亡くなった所長のね、第一原発の所長だった、彼が当時その要するに震災対策の責任者で、うん、あ、そうですか。それでその上官自身は分かってるんだけど、うん、これはそのちゃんとした対策をするにはね、コストがかかるので、うん、まあ優先順位は、今は、うん、やるのは見送ろうという判断をされたのが、吉田正夫さんだったんですよね。うん、なるほど。まあ、その吉田さんは亡くなっちゃったわけですね。はい。まあ、責任をとにかく、そういう意味では、今回取るっていうことは、うん、非常に、この今、福島の方も含めてですね、やっぱりこの、事故に関して、そういう作為的なものも含め、取るっていうことに、まあ、最終判決はもちろん、どうなるかはこれからですけれども、まあ、意味があるということと、もう一つはプロセスで、やはりまだ、例えば、東電の本店と福島現地とのビデオ会議とかで、音声が伏せられたりとかですね。公にされてない部分が、はい、事実がかなりあると。で、それもやはり今回の裁判を通じて、一つ一つ検証されていくっていう意味での。公にされてない部分が、かなりありますね。今度の裁判で、相当公にされることになると、ね、で、それも今回の裁判にはかなり意味があることじゃないかなと思いますね。なるほど。まあ、わかりました。それで、まあ、元に戻りたいんですが、実際その池田さんね、いらして、うん、まあ、7000人が働いてるのはいいんだけども、はい、いくつか問題あって、うん、一つはそのね、さっき言った、この、汚染水のタンクがね、1100本、うん、どんどん増えてると。はい、で、アルプスという硫化装置で、きれいにしても、結局、その、トリチウムが残る限りは、海に放水できないと。うんうん、この問題はどうなんですか。これは前にね、3年前に、うん、田原さんと、それから、東電の荒川さんと3人でね、そうそう、この議論、まさにこの話始まった時にしたわけですよね。うんうん、要するにその、トリチウムっていうのは、まあ、確かに取り切れないわけだけれども、うんうん、要するにそれは、その、日本の環境基準、まあ、日本、トリチウムを規制している国は少ないわけですけども、その日本でも、他の発電所は出してるわけだから、要するに、他の発電所はトリチウムの入った水を海水に放水して、要するに自然界の普通の水の中にも、うん、あれは要するに水素の同位体ですからね、うん、ごくわずか含まれてるわけですよね、うん、だからその福島の場合もその環境基準を下回る濃度に下げてね、薄めて流せばいいじゃないかと、うん、これはね、田原さんは僕も言ったわけだけども、うん、姉川さんがいや我々の方からそういうことは言い出せないと、うん、いうままに、結局、その国の方が明確な方針を出さないで、うん、それから、まあ地元の漁協が反対してるんですよ、ね。要するに、いわゆる風評被害の原因になるということですね。で、つまりじゃあ、トリチウムのものすごくその薄めた水を流したら、実際に、じゃあその漁協の取る魚に影響あるのかっていうと、うん、あの近海は数百キロぐらいもう漁業、操業禁止になってますから、ね、実際の被害はないわけですよね。うん、なのに、こうみんながね、こう腫れ物に触
触るようにして、この、まあ、要するに、まあ、まあ、はっきり言って、その現場の人に言わせると飲んでも大丈夫なようなね、水を、あの、100万トンも貯めてると。で、この、要するにさ、7000人の作業員の大部分は、その、要するにほとんどまあ飲んでも大丈夫な水を汲み上げてタンクに入れるというね、作業に従事してるわけですね。で、その作業の、まあこの5年間やってる間に、タンクの上から落ちたりしてですね、作業員3人亡くなってるんです。